第73回アークナマアンダーナイトインバースエクスレイトクレア発売前夜祭はい、ありがとうございます。というわけでこんばんは、私アークシステムワークスの小沢陸と申します。よろしくお願いいたします。ということでね、ありがとうございます。はい、というわけで本日は何をするかと申しますと、こちらですよ。アンダーナイトインバースエクスレイトクレア明日発売です。2月20日明日発売ということでね、ぜひこちら、はい、ご予約いただければなと思いますけれども、本日はこちらを使った対戦会を予定しておりますので、よろしくお願いいたしますという感じでございます。どうかな、はい、ありがとうございますね。もうゼックが、ゼックカメラが、もう舐めるようにこのパッケージをね、映すわけですよ。はい、ありがとうございますということで、はい、なんだって、そうですね、僕最近はちょっとこう配信出るときはこうね、キャスター感出す感じでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日ちょっと19時からなんですけれども、はい、2時間ぐらいで、このアンダーナイトインバースエクセレートクレアをご紹介させていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでね、やっぱ本日アンダーナイトインバースということで、まずはこの方をお招きしたいと思います。ということで、芹沢かもねさんです。どうぞどうも、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。ということで、まずは簡単な自己紹介を。はい、フランスパンの芹沢かもねと申します。アンダーナイトインバースシリーズとかディレクターやってます、あとバトルプランナーとかもやってます、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。とよっ、なんて、んゆちょっと言うんですって。はい、というわけで、はい、この本日はね、このカモネさんをお招きしてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはアンダーナイトインバースエクセレートクリア発売おめでとうございます。ありがとうございます。あざす。いや、明日、明日なんですけどね。まあ、はい、確かに、はい、大変おめでたい、おめでたい場ですよ。本当に本当ここに呼んでいただきまして本当にありがとうございます。はい、もうちょっと成田さんは本日はちょっといらっしゃらないんですけど。そうですね、まあちょっと代わりに意思をついて、意思をついて、よろしくお願いしますね。はい、というわけで、まあちょっとまず簡単に、アンダーナイトインバースエクセレートクレアの、紹介のスライドをご用意しておりますので、はい、ちょっとこちらをね見ながらちょっとこちらで、ね、紹介していきたいなと思いますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、アンダーナイトインバースエクセレートクレアが1個送っていただいて、まずはアンダーナイトインバースとはというところで、これどうします、これカモネさん読みます。 読むんですか。読むんですか。なんで読んでもいいんですよ。アンダーナイトインバースとは、はい、プロローグ、はい、いやこれ読むのやめます。まあね、はいはい、まあちょっとね、すごい能力者たちの戦いです。あ、すごい、一行にまとまった。いや、要約がうまい。なるほど。あの頂上的なね、力を、ね。頂上的な力を持つ者たち、この世界ではインバースと呼ばれております。はい、まあ、力がありまして、それイグジスと言います。うん、で、イグジスの力を持った人たちの、まあ、一夜限りのバトルみたいな。なるほどね。そんな感じのストーリーとなっております。いいですね。はい。じゃあ、1個送っていただいて。はい、そんなアンダーナイトインバースに、今回新キャラクターとして、プレイヤブルキャラクター。はい、やったー、やったー。はい、新キャラクターで今作ロンドレキアを、追加いたしました。かっこいいイケメン、はい、来ました。イケメンですね、はい。まあ、そのロンドレキア、氷使いですね、うん、のキャラクターなんですけども、うん、まあ、どこから話せばいいんでしょう。前作のストーリーでちょろっと出てた、うん、はいはいはい、キャラクターで、まあ、意外とこの意外とではないですね、結構その追加してほしいみたいな声なんかもあったりしたキャラクターでして、うんうん、はい、今作でついに満を持して追加みたいな感じになっております、うん、はい、じゃあ1個送っていただいて、はい、簡単なストーリー概要ですね。これもまたすごい、これも読むのやばいので、要約すると、じゃあ要約すると、ですね、リヒトクライスってオリエとかがいる組織がありますけども、その下にある補佐組織、はい、まあ、リッターシルトって組織があって、うん、まあ、そこの最強キャラですね。おー、なるほど、最強キャラ、そこの中の最強のやつです、はい、いいですね、響きがいいです、ちょっとワーグナーがちょっとやんちゃなんで、はい、あいつに対する、まあ、秘密兵器的な部分で、なるほど、ちょっとリッターシルト、ほいと、まあ、なんていうか下請け会社じゃないんですけど、下請け会社、はい、まあちょっとこう、そうですね、なんやかんやあるので、それに対するちょっと、いや、炎に やっぱ氷で倒したろうみたいな感じのやつがロンドレキアになっております、はい、じゃあ1個送っていただいて、はい、そうですね、バトルスタイル、はい、バトルスタイルはもう見ての通り氷ですね、うん、氷を使って相手を凍らせるっていうのがまずすごい強いキャラクターです、うん、まあ、氷使いっていうとやっぱりいろいろね、うん、強そうなイメージがあると思うんですけど、はい、でさらにその彼は結構そのアイススケート選手みたいな、はい、華麗な動き
が得意になってます、うん、でそれで、地面をこうスケート場のように使ってリンクのようにしてぐる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 っと回って中段下段うわーみたいな感じで攻めてくるキャラクター、はい、で武器も持っている、はい、でリーチも結構あるし、うん、無敵技もある。うわ、まあ、いいですね。気軽なボタン1個で同乗してポンと出る無敵技を持っているので、うん、夢が広がりますね。かなりいい感じのキャラになっております。はい、じゃあ1個送っていただいて、そしてこれですね、これですね、これが大技ですね、はい、インフィニットワースとインフィニットワースイグジスト、まあ、超技と潜在超技みたいな感じなんですけども、はい、これやばいですね。吹きすさぶ、吹きかっこすさぶがこれやばいです。あ、まあ、みたいな感じで、はい、みたいな感じで、はい、まあ、そうね、みたいな感じ、感じで、はい、いや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 、まあ、あのかなり、その予想通りのキャラクター、ね、もうなんかね、はい、白雪のひょかっこ白雪ね、そうですね、かっこ白雪の方から逃れる術はないみたいな感じ、はい、とてもいいと思います。かっちょいいキャラクターになっております、はい、かっちょいいキャラクターになっております。ぜひ見てほしいですね。そうですね。でこのロンドレキアなんですけど、ちょっとこの放送やるってなった時にちょっとあのユーザーの方からなんとですね、ロンドレキア君に関するお便りが届いておりまして、ちょっとここでご紹介させていただければなと思っておりまして、はい、これどういうじゃあちょっとまずはあのスライドの方出していただいてもよろしいでしょうか。行こくていただはい、じゃあ読んでいきますね、はい、ペンネームのるっぱ様からいただきました。スタッフの皆様こんばんは。こんばんは、今回はアンダーナイトインバースエクセレートクレアの特集、そしてフランスパンから、ゲストさんも来ているのでちょっとした質問を送ろうかなと思いましたと。はい、7年前に発売した、アンダーナイトインバースのムック本では、ボツキャラの一人としてロンドレキアが登場していました。今作で復活を果たしたロンドレキア君は姿が随分変わっているようですが名前は以前のままですと。このロンドレキアという名前は他社さんゲームでも聞いたことのない珍しい名前です。この名前の由来とか意味合いを解説していただければ幸いですと。追伸、アークさん、アンダーナイトインバースの新規グッズの発表はまだですかということで、はい、これはあの一番最後のはね我々の宿題ということで、はい、持ち帰らせていただきます。はい、ということで、まあ、ちょっとあのカモネさんに事前に、あ、はい、ありました、ありました、はい、ですね、あ、じゃあちょっとあのノルッパさんお便りいただきありがとうございます。はい、ですね、うん、ロンドレキア、そうなんですよね、あの昔出ていたウニのムック本がありまして、はい、こちらでボツキャラの一人で紹介されてたんですね、うん、で名前、まず名前の由来なんですけど、うん、まあ、その設定とかを考える原案が弊社の吉原が考えてるんですけど、まあ、氷使いから連想される擬音みたいなところで、まずカキーンとかパキーンみたいな氷のイメージあるじゃないですか、はいはい、ちょっとなんかハテナマーク浮かんでる感じの感じですけどもえ、あ、そうそっから、はい、まずそっからなんです、なるほど、ね、氷を連想するイコールカキーンパキーンみたいな感じで、はい、木、カキグゲコの木、あ、はい、みたいな氷をね連想させたい音がまずある、うん、でそれを入れたい、うん、でロンドレキアのキャラクター見ると分かるんですけど、はい、結構ぐるぐる回る技とかが多くて、うんうんうん、まあ、回転系、まあ、スケート選手みたいな動きが結構あります、うん、なのでその回転ロンド漢字で書く、はい、あれなんか、なるほど、同意者がいるぞ、遠くでなんか某 P が分かるという声だけど、はい、まあ、そのアイススケートの選手みたいにぐるぐる回るみたいな旋回しながら剣舞すると、はい、アクションイメージフックするってとこでロンドと木がつる、くる、であとは舌触りの良さ、なんかドレミとかドレキみたいな、はい、うんうんうん、あの音のつながりを考えるとロンドレキアみたいな、うーん、分かる、分かりみが深い人が一人いる、なるほど、一人いるぞ、やっぱ名前を考えたりする人には通じる、そうですね、ところなのかなと思います、はいはい、じゃあなんか、まあ、やっぱりだから造語というかなんかいろんな意味合いが含まってる、そうですね、やっぱり呼びやすさとかも大事だと思いますし、うんうん、はい、音から感じるキャラクターイメージみたいなのも大事だと思うので、うん、そのあたりを重視した名前になっております。わかりやすい、そうですね、はい、まあ、本当ムック本で、まあ、そのロンドレキアのことを引っ掛けてくれ、はい、くださったんで、まあ、いろいろあるなんですけども、はい、ロンドレキア自体がもともとボツキャラだったんですけども、ウニ企画当初のはいろんなキャラを考えていて、ちょっと女キャラが少なかったんですよ、昔の方、うんうん、女性キャラクターの方が昔は少なくて、はい、このままだとすごいむさ苦しい感じになるぞ、うん、みたいな雰囲気もありまして、急遽女体化したのがロンドレキアなんですね、はい、いやちょっとだいぶ端折った、あのあれなんです、昔は、オリエが、はい、今いるオリエ、あ、オリエが、オリエを何ですかね、あ、逆か、逆です、逆です、ロンドレキアがいたんですけども、あいつを、女性にしたのがオリエです、うん、オリエ、そうなんです、ロンドレキアがいて、こうなんか一番
なんていうんですかね、こう正統派設定を持っていて女性になりそうだなっていうのが、うんうんうん、ロンドリキアだったので、彼が女性になって、ちょっと言い方おかしいですね。そうですね。だからあの女性に、女性枠として、女性枠でデザインし直したのがオリエになってます。で、まあその今作でそんな流れもあった後、うん、再度ロンドリキアが出てきたっていう理由は、うん、まあそのワーグナーがちょうど前作のエストですごい話題というか、はい、まあ重要なキャラクターだったんですけども、はい、まあワーグナー自体が設定的にすごい強いキャラクター。うん、になってましたので、まあ、そのワーグナーの炎に対抗できるキャラクターとして、うん、まあ、ちょうどよく、彼がその炎を倒せる意味、うんうん、ニュアンスで、まあ、水とか氷のニュアンスのロンドリキアが出てくると、はい、で単純に炎を倒すのでイコール水だよねってなるとつまんないので、うんうん、あの炎に溶かされてしまうような氷ですら倒せるぐらいの強い対抗キャラみたいな、うんうんうん、そんな意外性とか力強さをもとにロンドリキアが生まれたりしております。なるほど。はい、まあ、あとは分かる、分かり意味が深い方がいらっしゃるようで、うん、まあ、あとはそのデザインとかは何ていうんですかね、まあ、タキシードとかそっち系の方にすること、はい、うんうんうん、あとはその何ていうんですかね、氷の持つ透明さ感というか、うん、透明感とか鋭利さとか冷たさとか、あの辺を意識したデザインになっております。あとはそのこれ、はい、ここまで言っていいのか。なんか、いや、あれです、あの背中になんかの、はい、背負ってるんですね、彼。いや、背負ってない。ロンドリキアバトル中というか、背中になんか、うん、あ、なんか出てますね、はい、やつがあるんですけども、はい、あれはですね、まあ、そのブーストアイテム的なやつです。あれをつけることで、彼は強くなってる、ワーグナーに対抗してる。なるほど。みたいな設定がある。あります。はいはい、まあ、リアクターみたいな名前があるんですけども。あ、じゃあ、漢字があるんだな、それ多分。リアクターに。まあ、そんな感じで。はい、で、あと、このロンドリキアの、今話した、その、うん、当初のデザインみたいな。オリエになる前のデザインとかは、はい、うん、なんとアンダーネットインバースエクセレートクレア明日発売のギャラリーの中に入っている。おお、じゃあという流れで、はい、このだからムック本がもう手に入らない、今手に入らないんですよ、もうですけど、なんとクレアを買えば見ることができる。気になる、気になる、いや、みんな気になる。だってコメントでもほらムック本なんてあったんだみたいな、あったんだみたいな。そうですね、もう結構前なんで、やっぱね、これ買うしかないな、これ買うしか、これは買うしかないですね。はい、そんなアンダーライトインバースエクセルでクレアが1個送っていただいて、はい、これがですね、これがなんと明日なんと2月20日発売なんですよ。わあ、でこれ大事なんですけど、ダウンロード版に関しましてはですね、なんと事前予約ということで本日の23時59分までなんと 10% オフ、お、税込み4752円でお買い求めいただけますので、まだ間に合う、まだ間に合うんですよ。なんと今日の23時59分までもうこの配信見てから選ぶでもいい。なるほど、はい、ぜひ、ね、ご予約プレオーダー、失礼、事前予約していただければなと思いますので、よろしくお願いいたします、という感じで製品紹介でございました。じゃあカメラ戻していただいて、というわけでまずはここから、ここからまずはここから、はい、まずはそうですね、ここからですね、アンダーナイトインバースクレア、エクセレートクレアによる対戦会の方移っていきたいと思います。で、今回はちょっとね、トーナメントという形式ではなくて、なくてなんとですね、チームフランスパンさん VS チームアークシステムワークス、おお、なるほど、会社対抗戦の形を取りたいと思います。バチーンみたいな、だからもう今フランスパンさんって言ったけども、だからもうチームフランスパン、チームフランスパン、もう呼び捨てにしてしまうもうここからもう敵対勢力として、チーム BB みたいな、チーム BB、 はい、チームアークシステムワークス、アークシステムワークスとチーム、じゃあちょっとね、なるほど、はい、あのプレイヤーリストの方ご用意ございますので、じゃあ出していただいて、はい、ちょっとね、人数にちょっと若干の差があるんですけども、確かにこれ少なくないですか、こっちちょっとねチームフランスパンが8名、8名、はい、アークが12プラス飛び込み参加の13名になりました。1人増えました、13名、増えました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。というわけでこちらの8VS13、 8VS13 で8on13 というなんかすーげー中途半端なやつでやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。まあ、当然、まあ、レベルとしてはまあちょっとこう初心者クラスの方からどんどんいく感じにしますので、はい、何卒よろしくお願いしますということで、はい、じゃあこの勝ち抜き対抗戦を行う前にですね、本日ちょっとやっぱ実況解説がですね、確かに確かに、私ではちょっと役不足というか、いいかなと思いましたんで、本日スペシャルゲスト2人目お招きしておりやす、まさか、というわけで、これは所属はウェルプレイド所属の、乱歩さんです、お願いします。じゃあ1個ずつ我々ずれていく形で、なるほど、こんばんは、こんばんは、はい、お疲れ様です、お疲
疲れ様です。今日は本当にあの遠いところから本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、というわけで、ランポ選手、じゃあ自己紹介の方簡単にお願いいたします。はい、ウェルプレイド所属のランポと申します。ムックボン持ってます、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。古来からの、古来からの、もうちょっとこっち来れるかも。はい、もう全然寄っちゃっていいですよ。ありがとうございます。仲良く、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 はい、というわけで、まあ、ランポさんといえばもうアンダーナイトインバースシリーズ切っての、まあ、コミュニティを、いやいや、コミュニティリーダー、コミュニティリーダーよっかつよっ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 じそういうことを言うから違いました、違いました。し、もうエボ2019では覇者ですよ。そうなんですよ、世界一位の、世界一位の男、世界一位の男を呼んでしまったのか。ええというわけでね、強すぎる、強すぎる。でランポさんには、本日実況を務めていただいて、はい、浜根さんに解説をいただこうかなと思っております。承知しました。そして、ランポさんにはですね、もうアークシステムアークスが全滅した時の最後の柱としてちょっとなるほど、うん、何卒、はい、全員ほふってやります。全員ほふる。待って最後の柱太すぎません？最後の柱を最後の柱倒したら俺世界1位なんだけど、世界1位なんだけど僕やったことないゲームです。確かに。そうだから、そこのちょっとあの、なるほど、そういうところで、そう、なるほどなるほど、持っていく感じで、はい、よろしくお願いいたします。なんかうまく乗せられてきやすい。はい、というわけで、じゃあここから皆さんね、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。じゃあ早速試合の方行きたいと思います。じゃあどうしようかな、 1P 側フランスパンさん、 2P 側アークで、あ、わかりました、行こうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ 1P 側が、じゃあ先方ドグマ、ドグマさん、ドグマ行きましょう。はい、で 2P 側が、じゃあこれジルさん行きましょうか。ジルさん行きましょう。先方ジルさん、お、先方ジルさん、ジルさんお願いします。レディースプレイヤー、おっと、台湾レディースプレイヤー、ワールドワイドすぎる。パッド、あの、そう、あので、アケコンとパッド両方用意してあるので、あのお好きな方で選んでいただいて大丈夫です。じゃあちょっと今のうちに準備しておきましょう。お願いします、お願いします。ちょっと申し訳ないが、ジェックがご用意いただければ多分ね、認識はしてるはず。じゃあちょっと準備いたしますので少々お待ちください、はい、ということでよろしくお願いいたします。お願いします。まあ、今作、うん、ちゃんとこう対戦始まる前、キャラクターセレクト画面でなんとボタン設定もちゃんとできるようになってますので、はい、あれめちゃめちゃ便利でした。体験会でも同じ仕様やったんで、うん、すげえ助かりました。かゆいところに手が届い、大会のことを考えてくれていい。いや、でもそう、実際そう、それもありますよね。そうなんです、うん、結構、まあ、その日本もそうですし、はい、海外の方からの要望も結構多くて、うん、まあ、その海外イベントでゲーム大会やるときに、うん、そのやっぱコントローラー抜き差しすることがすごい多いので、はいはいはい、まあ、それに、まあ、特にやっぱパッドとアケコンだとやっぱり配置もね、変わってきちゃうんで、うん、はい、そうっすね、いいと思います、みたいな感じで、はい、まあ、前作ではなかったんですけど、うん、今作ではちゃんと追加できました、うん、よかったです、はい、よかった。あれはすげえ助かりますね。いや、パッケージ実は見るの初めてです。あ、本当ですか、すごい、やったぜ。僕もダウンロード版なんで、そう、パッケージはもありますよ。あれです、スイッチいいですね。スイッチやりやすいですよ、やっぱり。スイッチめっちゃいい。移動中もできちゃう、どこでもできちゃう、どこでもできちゃう。その移動中とかにできるのはいいですね、うん、まあ、そうですね、なんか新幹線なり飛行機なり、はい、そうなんですね。海外大会とか行くとき飛行機でできたりすると、うん、飛行機のときってなんかそのネットと遮断されるじゃないですか、うん、あ、俺の知らない間に意味不明な連携生まれてたらどうしようみたいなドキドキしちゃう。確かに確かに、があるのでいつでもできる。そうですね、なるほど、ね、まあ、ワールドツアーみたいなとかあるプレイヤーは大変ですよね、本当に移動中にどんどん攻略が進んでいくみたいになっちゃうと、うん、その情報マジ知らないみたいなのがあったりするんではい、いち早く撮りたいです。ぜひね、なんでしょうね、 PS4 版をもしお買い求めいただいた方もぜひスイッチも合わせて、あ、そうですね、うん、ご購入いただけると幸いでございますね。はい、じゃあ準備できたそうなので、はい、じゃあ 1P 側がドグマ選手、 2P 側がジルさんの2人でいきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ドグマさんが瀬戸、瀬戸対するジルさんがカーマインですね。はい、カーマイン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 、こうアクセント警察、アクセント警察なのか。いや、ちゃんと教えて、はい、セトにカーマイン、セトにカーマイン、カーマイン、まあワンピガのセトはそうですね、設置物を置いて設置物を一緒に攻めていくキャラクター、対するカーマイン、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 自分の体力を使いながら
強力な行動をするキャラクターなんですけれども、今のがタチビーですね。かなり前に判定があって非常に強い技なんですが、やはりここはおー新要素、その要素僕知らない。練習してきたのか、あいつ仕事中練習してたな。いや、ジルさんやってる。ジルさん困ったら四角ボタン連打したらよろしい。弱攻撃連打しよう。あ、当たったら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 連打しよう。当たったら連打しよう。こういう時やっぱり前と罰をしてアサルト出してジャンプ攻撃が強いですよね。いわゆる前罰丸かな。おお、わざと。ジルさんわざと出てるぞ。出てますね。カーマイはとにかく前押しながら B ボタンを押すといろんな攻撃が出る。前押しながら三角ボタンらしいよ、ジルさん。やめてやめてって悲鳴が飛んできた。これはあのドグマ試されてますね。これはね、なんたって隣で対戦しますからね。そうね、隣でやめてって言われてます、ね、これ今ね。やめてって言われてるよ、これ。いや、これ試される。フランスパンさん今試されてますね。でも練習してきたコンボはやる。あ、やってるやってる。やりたい。マジか。やってきたこれ。これ開発、これはやばいな。開発者特権出してますね。これ来たな。あ、下段刺さりましたね。いや、これあ、うまく避けた。バティスタだったな。あー、セグメントが飛んできた。なるほどね。なるほど。というわけで勝利は勝利したのはドグマさん、おめでとうございます。で、勝ち抜きなんでそのままドグマさんはそのままでお願いします。ドグマさんはそのままでお願いします。じゃあ2番手、うちどっちが行く。営業の M 君か K プライム君か、どっちかな。じゃあ、とりあえず営業 M、 営業 M 君お願いします。営業 M 君、そうだ、飛び込みなんでちょっと名前ない。あ、なるほど。名前ないんです。これはね、飛び込んできてくれるのはありがたいですね。営業だけに。そうですね。そうそうそう。営業ちゃんとね、面白そうっすねっつって。いや、キャラどうすんだろう。キャラが？キャラなんですかね。赤月。赤月はやっぱ人気ある、ありますね。うん。赤月連合戦士。なんとかなんとか。なんとかここうち二人で一人倒せば勝てる計算。ああ、確かに確かに確かに。ここで倒してもらわないと。仮想通。そうそうそう。後ろ。そうっすね、やがて疲れてくるから。確かに、うん、疲れさせたい。体力減らしていきたいですけど、しかしドグマは練習してきたか。いいよ。あ、全然いいよ。あ、ちゃんとできる。いいいい、そのね、素直に連打する。いいよ。そうですね、表示上にスマートステアって出ると、うん、ボタン連打でコンボができてますよっていう表示ですね。はい、ボタン連打も立派なコンボだから。そうなんだ。ドグマさんはやりたいコンボをとにかくやりたい感じがします。練習したことやりたい。わかる。絶対練習して、絶対練習して。キーツ達明日からこれやでみたいな。その技エストにないんだよ。あー、なるほど。やってきた。こうやって使うやでみたいな。彼ね、セットすごい好きなんですよ。多分こう夜な夜な練習してた。あー、セグメントの後ろから。なるほど、夜鍋したと。夜鍋して、はい、夜鍋コンボ。セットは、はい、こうセグメントって弾を置いて、で弾がサーチで飛んでくるんですよ、はい、なので時間差で攻めれるっていうのはかなり強いですね。しかも瀬戸側がそのガードしても弾消えたりはしないんですよ。殴らない。でもいいですね、 M 営業の力を見せてほしい。営業タイルリードしてるよ。かなりいい感じになってきて、営業力あるよ。営業力ある。営業力見せていけ。それもやっぱり、ね、営業 M 君の方が芸術使ってるから。確かにこれはやっぱいい。はぁ、おしゃれなやつやってきますが、これだけは触ってきたみたいな感じめっちゃしますね。おしゃれしゃれてるコンボ。あー、やっぱり砲爆のセグメントが。あ、いいよいいよいいよ。でんでんでん、ボボボ。やっぱりある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 。いけ。あるあるぞ。あの最後にセトが打った EX 砲爆のセグメント、あれなんとセト殴られて消えない。なるほど、めちゃめちゃ危なかったです。今結構ね、放送事故みたいな。あれ、あ、惜しい。いいよいいよ、いけるいける。大丈夫、ダメージがダメージ勝ちしてる。営業力出てますね、だいぶ。来たぞ。
でね、2目ここのセグメント置いてから攻めてくるのが強いですね。これは分からない感じがすごい、やばい、これこのお客さんすごい、いいいいぞ、でんでんでん、ほぼドライブカード、やばい、さっから、はい、あのチェインシフトをした時に相手が技とか空振ってたりとか、うん、その隙があったりするとあんな感じで赤く光る、そうですね、一瞬キャラ赤く光りましたね。おっと勝ったのはドグマ、さあドグマさんがこれで2連勝2人抜き強っ、ちょっとフランスパン大人げないんじゃない、大人じゃあ3人目 K プライムいきましょう大丈夫大丈夫、いやもうやっぱ K プライムのこう見た目の圧でめっちゃ強そう、これはリアルファイトになったら、リアルファイトになったらちょっと勝ち目ないかもしれない、勝ち目はないですね、多分やってしまえ K プライムやってしまえ、やってしまえ K プライムちょあしかし K プライムはねキャラクターミカちゃんです、わーなるほど、かわいい一面がある、かわいい一面ありますね、かわいい一面ありますね、さて3人目 K プライムミカ、ミカちゃんミカちゃんはエボでも大人気でしたね、うん、そうですね、なんか看板というか顔のお面みたいな、なんか謎の文化が生まれてますね、あ、ちゃんミカ対するどこ、でも練習してきたか、お、いいよ、攻防攻めてくる、いけるのか、いけそう、あ、いけそう、あ、いけ、これはさあ練習してきている、いいぞ、これはドグマがダメ8で圧倒されている、いいぞいいぞ K プライム、おおやってよろしくないぞ、これは完全にこれ今どこやりしもんか、あっちのターンだ、あっちのターン終わらないんよ、金箔の金髪の美少女は誰がいるあっしゃしゃまずいですね、あでもやってきたコンボではなかった、勝ちたい、おいいぞK プライムあるぞ、これはそれはあるぞ、ドグマの練習も止まってしまう、ここで勝てばまあまあトントンみたいな、トントンみたいな、プラマイするみたいな、人数的にかなりそうですね、層が厚い、あーこれがセットの強さですね、そうですね、いけましたね、あれのコツはとにかく設置されてるのをちゃんと忘れないようにするところですかね、あいいよ、いいよ、切り返ししっかりリバーサル出てる、しかしやり返す、あー欲望かっこいい、とにかくこれを使っていく、もう会社の指示の間であるじゃあお前これ使えよ感、やばいっす、一切そういうのないっすああやっぱセグメントがこれですね、 K プライムやばい、今 K プライム今足イライラ、これやばいやばい、圧かけてますよ、これはドグマが試合後に負けてしまうかもしれない、試合後に負けてしまう、夜道に気をつけないと、捕まってしまった、ドグマさんコンボ安定してますね、はい、そうですね、おっとしかしここでミカちゃんキャノン、おっと飛んでいく、あ反撃うま、ドグマさんかなり冷静してきたな、そうですね、ドグマさんもしや一人目の器ではなかったのでは、まあ確かにこれ一人目だったらアビどうなっちまうんだっていう今ちょっと結構震えてるんだけど、震えてます、いや普段こう弊社でやってるイベントというか対戦会だと、はい、まあ、この順番かなと思ったんですけど、なるほどね、多分彼なり相当練習しそうですね、なるほど、負けたくねえ、負けたくねえ、あのあまりあれですけど、あの事前にあのカムネさんがいただいた資料だと星1、そうですね、星1だったんです順番一応なんかつけた方がいいかなって出したら、ね、うわーしっかり見れる、強っ強っ、これはちょっと星を改めないといけない、これはやばいぞ、3人抜き、じゃあ4人目誰いきましょうかね、じゃあワイズマン遠藤さんいます、こういう時にいないんだこういう時にいないんだあの人は、名前あるのに、じゃあ4人目ディレクター S さんお願いします、本作のアークシステムワークスディレクター、ディレクターのアンダーナイトインバースエクスレートクレアのディレクター、ディレクターの S さんお願いします、あでもいいですね、あの、うん、チェーンシフトのエフェクト分かりやすくて、うんうんうん、あの状況やったら対空打てますよみたいなのすごい分かりやすかったですね、さっきの最後、そうですね、チェーンシフトして赤いやつがビョロッと出る、はい、あれが出た時は相手が結構好きだぞと、うん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 、システム的なお話もう一個気になったんで聞いていいですか、あま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 あ、表示にイグジスリミットって新しくなんか出てたんですけど、突っ込みますね突っ込んできますね、それまあ、まあ、出てるからな、出てるんですよね、出ちゃってるちょっとですね、あの今作のアンダーアイトインバースエクセントクレアって新システムないんですけど、はい、
なくはない。なくはない。なくはないということが。ないけどなくはない。ここそうだ、新システムはないんですが、なんですかその頭痛が痛いみたいな。そうそう、ないけどなくはない。ないけどなくはないみたいなシステムがありますね。なるほど。まああれが何なのかはちょっと調べてほしいかなみたいな。頑張ります。ってとこうなんかやり込んでる人向けの。なるほど。まあ細かい話になるんで。もう多分ハテナハテナハテナみたいなコメントが並ぶ。なるほど。ディレクター S メルカワです、ね。メルカワなんだ。メルカワで。B ボタンが強い。押してくれ。頼む。なんかエントリーの時はワレンだったんだけど。メルカワに乗り換えた。そしてドグマがかなり猛ラッシュ。あーめっちゃ歩いてる。わあ、あいつ全立てする気だぞ。これあるな。気持ちよくなってます、ね。伏兵いたかこれ。隠されてましたね。これは。これは有料星1あるな、これこれはかなり強いですよ。星1だけど、ああディレクターにガーフを打っていく。ディレクターにガーフもしかしてあるのか。フランスパンの平均レベルがもしかしてまだ高かった。もしかして高いのでは。コマ投げ、ディレクターにコマ投げを打っていく。おしげだん。これはまずいですよ。これは確かに瀬戸側が CS 券取れてるのがやっぱポイント高いですね、はい、うん、そうですね。このゲームはあの下のひし形が多い方にチェインシフトが使える権利が与えられるんですけど、それがいっぱい取れてるやつが基本的には勝ちます、うん、ここで、あ、取った来た、ディレクター S が光った。ただゲージが満タンなんで、そうだね、ちょっとね、どっかで吐きたいですよね。チェインシフトが使えるか怪しい、怪しい。来た来た、はい、ここで、はい、OK、 いけるいける、あー、いい。さらに使っていく。アンギャ。いや、まあ無限で使ってから発表は、まあ、勝ちたい EX 戦に。あー、やりしもの。ディレクターにガーフ。攻め攻めな。ディレクターに。待て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 、四人抜きかこれで。これアークシスマックス。これはやばいな。これはやばいぞ。チーム崩壊の危機。ちょっと待って、次一回だからこれあの流れ止めるやっ感じの選出のやつなんですかね。なるほど。そんなメンバーがね、あれなんだけど、ね、まあ、確かに確かに。前田さん行きますか。前田さん行きましょう。前田さんは瀬戸を使ってたから。なるほど。なるほどなるほど。わかるはず。なんとなく。使ったことが、そうですね。わかんないと結構、そうですね。さっきのセグメントっていう設置のさばき方とかね。当たっちゃうんですよ、うん、まあ分かってても当たるんですけど、ね、分かってても当たりますよ。そうですね、分かってても当たるんですよ。あ、画面切り替えてもらっていい。そうですね、はい、ボタン切り替えて、ボタン切り替えてもらって。なるほど。次はじゃあ前田さんは、前田さんはキャラ今回は炎に切り替えての参加。なるほど。のはず、はい、いいですね、いろんなキャラ見れて、うん。ドグマ固くなにセト、もう勝ちたくて仕方ない感じしますよね。多分セト以外知らない、知らない。セト大好き。フランスパンの人でしょ。フランスパンだけど。そうなんですけどね。命が惜しければじゃあかっこいいセトを見てほしい。さあ、前田さんがどういう風に攻めるか。いいですね、強い行動はもう知ってる感じ出てますね。あ、ダメ取った。ここからね、ちょっとね、やり手がいいですね。いいですよ。これは強い。もうあの周期も取って発信し、あ、出た新技。新技見せていく。新技中段とかも危ない。まあまあ強いです。まあまあ強い、まあまあ強いです。一応一通り網羅したはず。なるほど。そうですね。なるほどなるほど。セグメントもうまくかわして。確かにこれはセット戦慣れてる感じあります。そうです。セグメントの来るのうまくさばいて。ドグマ負けたくない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 。コマだけ完全勝ちたがりなんで。うわぁ、もう攻め力これの全部捨てる感すごい。全振りですか。全振りです。ああ、ミスなら。でもまだある。あー、いたあるぞ。よしよし、高い。ちゃんとエリアルもできる。よしとか。いい位置が長いですね、炎は。オッケー。これを瀬戸的にはうまくさばいて近づいて一気にダッシュで倒したいみたいな感じ。どうして、なんでまあ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 、テンション上がっちゃった。いや、コイルが上がってるから。しかし結果的にこのベイログ状態は攻撃力が 20% アップしてる。
20%はでかいね。しかも今はボーパル系いいよ CS 系持ってるんでなんと 130% になってるんですね。すごい、ちゃんとチェーンシールドを使って、しかしアンギャこれは目の前で置いて、いやしかり、あーっ、うわすげえ当たり方、腕を出してしまった、やりたかったポイント、アサルト振って押していく、大事ですね。赤い赤 い, 赤いオッケー、フランスパンの人が システム使えてない、あはははは、悠々しき問題、まあ、確かに前さ、前さ空中のなんか新しいやつやろうとしてくれてできない、やる余裕がない、あ空中の新しいやつ、空中の新しいやつ、あんが、そうですね、この今回空中でもあれ出せるようになってる、はい、おお新しいやつはちゃんと打ってくれてるんだけれども、あーでもアドリブが効いてる、うまい、いいぞ、いい立ち入りでしたね、打っていこう、この技が強い、あもう前田さん大丈夫ですよ、やっちゃいましょう、もう大丈夫なんでやっちゃいましょう、もう大丈夫です、あーいいいいですよ、画面端解き放たれた、あら解き放たれたか、いやいや前田さんまさかそんなドグマまさかそんな、うん、ドグマ、はい、ドグマだ、ドグマ全部祈りが、祈りが届いた、あ投げてドット、あドグマ打っていくこのセグメント置いて直撃これ空気飲まれた感あるな、前田さん飲まれましたね、ちょっと完全に飲まれちゃいました、ここはね、ちょっと握手します、一回考えますよさすがに、さすがに考えます、これ、ここはね、1、2、3、4、5、6、7、8人で並びました先方で振り出しに戻ったこれはなるほどね、こっからスタートみたいな、こっからかな、やっぱ試合はこっからってわけ、じゃあサハラ2カイ君お願いします。いやフランスパン汚いですねこれこれは汚いですよ、フランスパンねすごいな、汚くない、さすがにすごいな、さすがにさすがに星1の性能がいいですね。いやまあ確かにこのソシャゲこのソシャゲ、そう、もしかして星1でも、なるほどね、5、6と R でもちゃんと、なるほどね、そうですね、上が狙えるやつだ、いや今回アーク生がありますよって言って、はい、行きたい人って言って、はい、手を挙げた人たちなんで、はいはい、勝ちたいんですよ多分、なるほど、ね、負けに来る人いないですか、仕事しろ仕事か、これも仕事か、これも仕事、これも仕事、いや来たな、これはサハラ2回のハイド、ハイド、ハイドですね、あこれは邪魔をするなら片付けるまでだ、まあ、ハイド本作の主人公、そうですね、セットとも専用曲流れたんで、チャンスになってますね、セットバーサスハイドだと専用曲流れたりしますね、まあ、ないと一部の組み合わせで専用組み合わせの BGM があったりするんで、そんなもん辺もぜひ聞いてみて、オッケー、お、いいよ、やっていく、サハラ2回いける、はい、コンボはしっかり、あるチェーンシフトも待って、いいよ、なーちょっと遠かった、やべ、橋がついてしまった、まあ確かにドグマ普通にコンボができる、ナイスガード、ナイスガード、中段もガードして、ドグマがダッシュかけている、サハラ2回頼む、頼むぞ、今ここダッシュコマだよ、ダッシュコマだけ見えましたけど、今勝ちたい、やばい、これは2の2回、これは強すぎて真の新しい技が出せない可能性があるハイドハイド、一回やろう、一回じゃで、これねーガードされたけどもガンガードされたけども噂の新要素、おお、ぶね、いいぞ、なんですけど、でもちゃんとコードは知ってるっていう感じがする、はい、あーいい確認、そうですね、アンダーナイトの基本的なコンボとして、まあ、しゃがみシーンとかで足払いに浮かせてジャンプ弱地域を地上で拾ってきたさみたいな、うんうん、あれがとにかく使いやすいので、うん、うまくやれてます、まずい、出た、まずいですよ、まずいですよ、これはどこは危ない、ドグマ、ドグマ、ドグマ、やばいぞ、カウンターシードをクレイバーガードして 5C の最大から入りましたね倒してみたいな、倒して、俺コマ投げきたし意志が出すぎてですね困ってるな、うわ
まくて普通いけるいけるやばい。おまためっちゃ減っちゃった。はい、ベイルブリンガー。はい。画面端。はい。投げ。拾える。はい。大丈夫。ああ、光ったー。カンニング。赤くなってしまった。赤くなったこれ。これ、アークラマー最速。最速終了あるだ。あるだ。マジでこれ。これ勝ちすぎじゃないですか。これ、ね、そうっすね。そろそろね、ちょっとね、この。ジョーカーカードワイズマンエンドそろそろどうしようか出すタイミングすげえ困ってるんだけどかっこいい。じゃあお願いしますお願いします。じゃあここ本当お願いしますじゃあ大丈夫、エンドさん持ってる、頼むお願いします。なぜかしながらそろそろね、これはちょっと人数がまくられたわけですよ。確かに新作の新キャラクター、うん、瀬戸これは完全に来てます。今日は瀬戸で優勝していくことにするわ、ね、流行りに敏感、はい、敏感。人がすごすぎてあらやだあらやだアークあと7人ですね。そうですね、ボタンでもいろいろ言って、え、いろいろヘルプ状態。わかりました。まずボタン配置大丈夫ですか。やりました、やった、はい、当て身だけ当て身だけ構成防御強い。そうですね、それめっちゃ強いんで大丈夫です。新しい要素、あーなるほどね。エンドさんはもういけ、おおなんかごしゃんな、ビーテック光脚を振りましょう。多分ね、鉄光脚って何ってなってちゃった、ね、あーいいぞ、体育ナイス体育。後ろ半回転 B です。はい、 214B、 それだ、それそれ、危ない、エンドさん後ろから。それでちょっと画面端に押し込んでいける。エンドさんはね、飛び道具が苦手なんですよ。なるほど、 なんでセットに当ててもらったんですか、ね、一番当てちゃいけない可能性があるんだ。エンドさんはね、飛び道具とね、あの飛び道具はダメ、そうっすね、飛び道具とあと投げとかそういうのに弱いんですけど、全部持って、全部持ってる。飛び道具ダメ、いいですね、僕も使っていこう。あとね、動き速いキャラ苦手なんです。全部持ってるんだけど、でもやっぱり苦手は苦手のままにしたい。あのね、エンドさんは横に飛んでくる球しかガードできないんですよ。角度ついちゃうともうダメだから。確かにこれ完全に角度ついた、あ、まあ、角度ついてるじゃないですか。当たるからほらすごいでしょ、当たるんですよ、あれ当たってる当たってるやってること普通の横から来てる球と同じなのに角度がついただけでもあれだもん、全部入っとるやん。あーこれはもうなんか克服してほしい、克服してほしい、この場で苦手な球を。あれ当たるあれ当たるんですよ。本当だ、意味わかんないでしょ、俺が予言したからね、マジで。あれ当たる、あれ当たるから。小野さん楽しんでません頼むって言ってませんでしたちょちょちょみたいな、あれすごいでしょ。多分ね、本人はね、あの間で、ね、多分投げれると思っちゃうんですよね。ああなるほど、相手は。で投げようとした結果ね、球が当たるんですよ。当たりそうだ、あーなるほど、角度がね、角度がね、いける、あ来た来た、いいぞ、でん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 、ベベベ、はい、いいよ。これ3000ですね。ナイス、いいぞ。あー絶対それ、今遠藤さんは下が光ってる意味を全く分かってない。下がなんだ構えた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 、いやーダイスガード。確かに今のボタン2回ちょちょんって押すと出ない、ね、頑張りたかった。あーいいよいいよ、ある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 、来た、割れた、勝ちたいベロから、おーなになになに、おお新要素を使っていく。新要素の飛び道具無敵かなり長く続くんで、あれでしっかり抜けて絶対狙ってね、あの人絶対狙って、おーおーいあるよ、これが60B、あ、60EX 鉄鋼脚は結構強くて、はい、今のはすごい良かったですね。この場において成長していく、いいよ、成長していく、だんだん確かに動きが良くなってます。苦手な球も克服していく、克服してきた、高い高い、今の高い、地上で地上で良くなって天才天才だった。いやーしょうがない、しょうがない、しょうがない、最後まで飛びようがよけれる、いけるぞ、落ち着け、あぶねえ、球が守ってきた、いやしょうがない、しょうがない、まだ割れはしなかった。うわめっちゃ飛ぶじゃん、来た来た、いいよいいよいいよ、チェスト、とりあえずね、とりあえずね、チェスト、あ、いいナイスカード、あの下、あードグマめっちゃ勝ちたい、コンボが高い。いやでもだいぶちょっとね、恐怖を植え付けた、かなり、うん、恐怖を植え付け、ね、植え付けましたね。あれ俺マジでこれ5人、6人か、あと6人しかいないのかやばいやばい、アーク、アーク、アーク星がやられてしまうプラパン星人にやられる
これはあるのか。え、ちょっと待って、これ誰行く、ゼック行くか、ゼックで行くか、ちょゼック使っちゃおう、ここで使うってなんだ、使う、ゼック行きましょう。ゼックこれでも最後御社の方柱すごくない、御社最後の柱の負担がすごい。そうですね、うん、なんだろう、こう行われない、常に一方的な虐殺みたいな。もう一回言いますけど、初めてです、初めてです。確かに確かに、乱柱、乱柱の子が、乱柱の子が結構全部倒し、いやでもここでゼックさん、ゼックはさんはまた暁、そうですね、あのシンガポール勢の、シンガポール勢、いやワールドワイド、 BB タスクでも暁を使っていて、暁大好き、はい、暁大好きです、暁連邦戦記大人気ですよ。やば、いやもう、しかしゼックさん知ってる動きですね、動きちょっといいですやっぱり。なあ、いい、うまい、ゼルが、ゼックの焦りが、ゼック焦っていいのか、ドグマ淡々と、ドグマ黙々とコンボしますね、全然ミスんないからあいつ、全然ミスんないからね、確か相当練習してたの、そうですね、めっちゃやってますね、これは。え、全部タッグと混ざってんの、そんなことない、確かに確かに混ざってないよね、それはあるかも全部タッグと混ざってる、混ざってるよね混ざってるよね、そんな空中、空中ガードするゲーム、ガードしてこう CC からの最大、あのドグマ氏かたくなに最大狙いますあれ、あのなんか職種としては何なんですか、職種はですね、彼はプログラマーです、プログラマーなんですね、やっぱりだからこれはもう淡々とやっぱり最大を狙っていく、そうですね、確かに、うん、0か1かしかないんですよ、0か1しかない、プログラマーなんだけど0か1、0、1でしょ、なるほどなるほど、アナログな要素はないと、そうそうそうね、勝つか勝つかみたいな、淡々とし、はい、いいよ、ここで EX と僕がこう、あれが大好きなの、チェストが大好きなの、なるほど、いい空振りからの、いける、拾って、いやでもこれは割れて、あるよ、押し切れ押し切れ、画面端やっておしまい、 B タツでなんだ、押し込む、今の狙いは悪くなかったけどな、狙い良かった、空振りからの中段、引かれる、引かれるぞ、ゼックゼック、ゼック、ゼック、チェーンシフトは、チェーンシフトあるよ、トフィーがある、おお、渋、落ちる前に拾う、落ちる前のしゃがえ、渋、真面目な顔しております、そうですね、これ自分がちょっとキーパーソンだ、そうですね、ここで俺が止めないと、来た、あ、やばい、ダッシュカウンター、やしくない、いや確かに、なぜかな、やしいかったっすね、今ね、やしいかったっすね、このいじめ、あんや、おわいい、ナイスフォロー、ナイスフォロー、あぶな、あー、オッケーオッケー、いいよ、いろいろあって、命見る、ドグマが緊張してきた、緊張してきた、さすがに、これ疲労が、いや、フルコン、淡々と、淡々となる、いや減ってる、おわー、クロスキャストベールオフ、やりたいだけ俺はできるぞと、やってきた練習の成果出してる、カモネ見てるかと俺はできるぞと、いやゼックあるぞ、ゲージ、あーゼックでもセグメントはしのげないのか、おーダメだ、おしまいだ、じゃあこれ何人抜きしたら終わりとかないですか、ない考えてなかった、なるほど、じゃないとうちもう多分その勝ち目がなくなってるからじゃあ出しちゃうか、ヒロ君お願いします、ついにね来ますよ、来ますか、来ます、ドレキが、ドレキが、ドレキが、あーなるほど、伝説の、全く弊社から新キャラを出していないっていうのはちょっとあ、まあ今のところね、御社大丈夫ですか、御社一番のところ瀬戸オンリー、あの一応彼精一杯新技を出してる、そうそうです、ね、確かにそうです、ね、これ以上ないぐらい新技が出てましたね、かっこよくないですか、あの新技、確かにかっこいい、まあ、みたいなのは見れている、うん、こういうコンボもできるんだよ、ここで、まあ、でも新キャラクターロンドレキア、ロンドレキア参戦といけるはず、いやさすがにドグマこれは、うん、コンボ調べてたから、ね、いやさすがにでもドグマもロンドレキアのことは知らないと、そうですね、プログラマーなのに、なのにでも確かに
ソファーパンさんの中にロンドリキが少なかったから対戦経験の方が普通はあんまりない可能性はあるんですけど、じゃあ反撃がちゃっかりしてる、じゃあまあまあまあ、まあ、大丈夫でしょう、いける、あーいいですね、中段ですね、 4cc 中段から設置してそれで食べていく、食べれそう、8ビビ中段、いいですね、そしてゲージがなかったか、食べたい、ドフマは淡々と、ドフマ淡々ですよ、あれおかしいな、彼めっちゃコンボ調べたんだけど、あれ大会になるとやっぱここは難しくなる、ああまあシールドいける、チェーンシールドしてゲージを増やして、ほい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 来た、いいよ、まあ、スケート選手みたいな動き、ああ対応してきた、やべえ早え、ドフマ中段だ、やべえプログラマーだ、最適化してる、あ、来た、ナイス、タイグフォースマンって、はい、ボタン同時押しのワンボタンで出る無敵技、おー素晴らしい、無敵技使ったらとりあえず困ったらあれで、うん、最初は大丈夫、とりあえずガードさせて、お、ジャンシー来た、いい、ね、おーい、コミから新キャラが出てきている、来たぞ、ロンドリキアのあのゲージの前、大量ゲージの下にある、うん、アイコンですね、ですね、あれがあるんですけど、はい、彼はあの氷の飛び道具を1回ガードさせたりヒットさせたりするとあれが光る、おお、なるほど、一括という状態で、まあ、その同じ技を当てると、はい、相手は氷やらになって、おお、自由に追撃したり追撃に行ったり、おお、何でもできる、あれ危ないアイコン、危ないアイコン、あれが光ってるとちょっと危ないです、わかりやすい、そしてドグマの攻め、あー、ドグマの攻めがもしかして無敵技の対策もしてきたやつか、どうしてそこまでやってきたそこまでやれたら、これはだからもうあの時虫に来たな、大丈夫か、もしかして恨みを持ってるのかもしれないここまでいくともうなんかあの時何か恨み、今しかない、彼は全部しかない、よし、あ、いいぞ、ナイスジャンプ、中盤は慣れてきた、ヒロ君これダメだ、通らんな、あれ通らんわあれ通らんぞ、あれ通らん、さあバレてしまったか、いける、いいよ、これね、一発せて、はい、ナイスコンボできている、しかもこれ、あれですね、コンボが終わっても継続してる、そうなんです、ね、うん、氷が一回ついた後も、はい、まあ、その氷がもう一回つく状態が残ってるので何回でもいけます、ドグマは新要素使いながら崩しに来てますけど大丈夫ですか、はい、ただの分からん殺しですよね、あ、いいぞいいぞはい、すごい見せたけれども OB 拾いはできなかったんですが、いける、モーラッシュをかけているのはロドリキア、下段それ、そう実はそうなんですね、あのあの後中段しかない、中段下段儀式させてからの中段ある、さあこれは結構エクス難しいけど下段ガード、あー、いや、いやまだの、いやでもゲージめっちゃあるな、来たー、いけー、ダーダー、どうしてヒロ、お母さんも見ている、おい、ほんまかどうか知らん、これは画面端で来た、ドグマもかなり、あ、ドグマこすっていて、コンボはできた、おい汚い汚いぞじゃあついについにドグマを倒して、あのね、苦しすぎましたね、今の勝ち方はさすがに、そうですね、ありがとうございます、え、お母さんも見ていた、お母さんも見ていた、勝ちましたね、勝ちましたねなんかもうドグマさんも満足、もう彼は相当満足してますよ、そうですね、今日多分一番楽しそうにしてる、ね、で次、はい、どうしよう、まあそうですね、ツイスター佐藤かな、ツイスター佐藤、順当にツイスター佐藤、はい、次じゃあツイスター佐藤さんお願いします、ワンピー側で、あ、上げ込んで、じゃあちょっとすいません、切り替えだけお願いします、スイスター佐藤さんは名前の通りちゃんみかですか、ちゃんみかの予感しかしないですね、ちゃんみかの予感しかしないやっと2人目か、そうですね2人目か、予定では星2です、もう予定では星2、いや、まあ、あの単純計算でいくと戦闘力が倍になる、倍になるこれ倍になる予定では、予定では、まあちょっとこのゲーム星のレアリティの差がそんなにない、うん、なるほど、まあ、やっぱ人気のキャラクターちゃんみがここで出してきましたね、スイスター佐藤、あ、いいよいいよ、スイスター佐藤もでも多分ロンドリキア戦は多分よく分かってない可能性が、あ、ヒロ君コンボちゃんとできてますね、ヒロさんどうですね、ロンドリキア練習してきてるかな、え、なになになに、あ、ボタン配置違う、ボタン違う、ちょっとなるほどね、ちょっと一回戻ってもらって、なるほどね、キャラセルに戻っちゃって大丈夫です、キャラセルでボタン配置に変えれますからね、はい、ありがてえ、
ここで改めて、はい、お願いします。パッド設定になってます。そうですね、はい、1個前が多分パッドのドグマさんがパッド設定だったから今の開幕圧倒してたのはまやかしだったな。なるほどな、そういうずるいこともしてくるんですね。なるほどね。しかしコンボ入れてるのは、あ、調べてる。いや、いい感じのコンボ。おい、おお、チャンシーでシールド回っていく。ようやくロンドリキアの流れが来ている。そうですね。あ、スイスは佐藤もコンボはしっかりできている。あー、やってしまった。ガードして反撃してる。見えてる。あー、ね、素晴らしい。赤くなったら分かりやすい。おお、いい動きになっていますね。あのズババは出す技が 8B ですよね、ロンドエッジ。あ、そうですね、立ってレイピアみたいに杖を連続して突くのが 8B です。はい、はい、あれ強そうな技ですね。ナイス抜け、ダックは抜ける。やっや、あー、中まだある、まだある。ヒロくん、お父さんも見ている。しかしさすがにツイスター佐藤もちょっと焦っているが、はい、買っていく。まずいさ、強いっすね。さすがやりますね。腰に、腰にはかっこ強いっす。8B 強そうですね。しっかりこう、なんだなんだなんだ、そういうのはできるんだ。練習してきている。しかし切り返しているのはツイスター。ちゃんと画面端位置入れ替えて端を追い詰めて投げたい。あー、これ痛いやつ。ヒップアタック FF キャノン、めちゃくちゃ減るやつ。4000減ってる今の時点で。あー、フランスマンマジで全員勝ちたいっぽい。マジで勝ちたいっぽい。マジ、もうダメだおしまいだありがとうございます。ありがとうございます。ミカちゃんすごい来ましたね。これ倒すのに多分これ内股8人必要ですね。8人必要だから、8人一冊みたいなとこあるからな。8人で1人、うん、オーケーオーケーオーケー。ツイッター佐藤、これでツイッターせえへんかったけど、まあ、確かにあんまりツイッターしなかった。しなかった。もっとツイッターしてもいいんじゃないか。ヒップアタック佐藤の方が良かった。ここじゃあもう AB ゲイル村上さんか俺しかないですよね多分ね。やだやだ。さあ先 AB ゲイル村上さんお願いします。これね、 AB ゲイル、 AB ゲイル村上さんですね。 AB ゲイル村上、 AB なんですね。でもあれですよね、あ、アビゲイルでいいんですよね。あのね、飼ってる猫ちゃん。ああ、なるほど、猫ちゃんの名前、猫ちゃんの名前、なるほどなるほど。確か猫ちゃん AB ゲイルって書いて、アビゲイルなんですか、はい、バリ渋い。確かに渋い、ね、いやでもツイスター佐藤いい動きしてましたね。そうですね、佐藤ただただいい動きしてました、ね、ただただいい動きしてた、やばいっすね。空中、ね、あの新要素であるツイスター全く使っておらず、そうですね。ま、真面目に勝ちに来ました。あ、もうこれ試合ですか。お願いします。きた、遠軌道。ここで遠軌道が出てくる。だでんぐり返しして普段やんないやつ。あ、知ってる。あー、緊張してる。緊張のあまり、あ、使っていく。あ、新要素もちゃんと使っていく。あー、ゲージがなかった。さあ、ミカちゃんが猛ラッシュかけてくる。この置き攻め強そう。いや、かん、普通に参考にしたらあそう、そういう場じゃないよ。ちょっと水下さんとも勝ちたさがすごい。加藤すごいですね。めっちゃ練習してるな、みんな。わー、ナイスだけど、確かに、あるある。 AB ゲール、 2B が出ない。しゃがみとかで拾うといいですよね。さすがにアドバイスが出る。しゃがみとかで拾う。なるほどね。走り出し、あー、ナイス。どうぞどうぞ。あ、新要素も入ってる。一体画面端にコンボ入るんだ。だけど飛びはちゃんと修行取ってる。真面目か。真面目ですね、ツイスターだと。そう、あまりに真面目。確定か。小足から。小足から入って。ちょ。どうして？緊張してる。今回遠軌道、まあ割と打撃の判定が強かったり、細かいところが強くなってるんですけど、引っかかって小足から。こっからが出ない。どうして？コンボが逆に相手のコンボチャンスになってる。A 波生からミサイルで締めて、来たー。何か聞こえたかった。怖い。はい、だんだん動けるようになってきた。
機動はあの後ろに引きながらあの小手じゃないです。ハーってこう両手パンチ、はい、あれとか信用そうですね。ナイス、これは中段。あー、それ拾えるんですけど、のじ合い一回も全然見せてなかったんで相当緊張しちゃう。あー、来た、あ、これ取り戻した。しっかりゲージも払って新要素使って、はい、投げを外して、マジで真面目にグラップしてる。ただただ普通に勝ちたい。ただ普通に多分シャガシじゃあ 3C グラップ入れてますね。これはやばいですね。いいよ、もしもし、ナイス、全然いる、いけちゃうよ。あー、もうダメだ。もうそのコンボもしかして、そのコンボもしかして、ある、自分のコンボが相手のコンボチャンスになっている可能性がある。あー、勝ちタイム、どうなんだ。リカちゃん勝ちたさがすごくて、オッケー、あー、どっか行っちゃう、優しい、どっか行っちゃう、ビビゲル猫を見ているぞ、にゃおーん、行け行け行け、行ったか、あーベビゲル、ベビゲル、よかったよかった、ここ負けたらやばかったな。よかった、勝ちましたね。あざす、なるほど、これどうなんだろうな。まあ、並びで言うとパッド勢荒川さんですか。まあ、順番、まあ、そんな感じになります。じゃあパッド勢荒川、はい、お願いします。じゃあちょっとすみません、設定だけ見てもらっていいですか。パッド勢、あの多分今アケコンの設定になっちゃってるんで、やはりパッド勢なんですか。そうなんですね、パッド勢荒川っていうだけあって、はい、パッド勢あります。なるほど。ちなみにキャラは何を使う？キャラ何使うんですかね、うん、全然聞いてない。なんでだよ。え、リンネちゃん、リンネちゃん、パッド勢荒川は、まあ、コノンだったりリンネだったり、はい、まあ、割となんかいろんな、あとバティスタとか使ってたりしたんですけど、うん、今日はリンネ、はい、なるほど。リンネちゃん、まあ、割といろいろ分かりやすい新要素も多いんで、はい、と見せてくれるに違いないよ。ボタン配置大丈夫？ボタン大丈夫か。あ、ありがとうございます。じゃあ来てみましょう、お願いします。1億人のリンネちゃんファンの皆さん、お待たせしました。ういリンネちゃんとエンゲド、エンゲド、いきなり新要素出してきた。今回あれですね、空中のクーガーの後、飛び道具の後にキャンセルでギュッと前に飛んだり、はい、空中軌道豊富になってるんですね。そうですね、空中技が増えてます。結構やべえ、これこれは結構やってる、これやばそうだな。あ、あの話、中段は殺しかし来た、オッケー。エビゲールはナイスハボック、さすがハボックでダメを取っている。よっ、はい、打ち、エビゲールやっぱ飛び道具とかないんで、こうやってツンツンされるのちょっと大変か。フォースね、これはキャラ歌舞伎の可能性になる。登る、あ、だる、あー、チェーンシフト出なかった系か。チェーンシフト出なかったか。 D2 回結構素早く押さないと。そうですね、 D2 回はまあまあ難しいですね、やっぱり。うわ、このゲームの規模みたいなのがあるから、出したいんだけど出そうとすると信号漏れちゃうなみたいな。中段はしっかり立つ。そうですね、ガードが硬いですね。エビゲール、エビゲール、さすが猫。うおっ、オッケー、しっかり反応していく。簡単、ナイス。そうですね、先からのリターンというか切り返しの力も結構上がってたりするのがいい。へえ、新技、おー、新要素、かっちょいいの出していく。あいつも練習してきたくさいな、これは。これはやってきてますね。あんまり何も言わなかったんですけど、彼は多分ヨナヨナやってましたね。ヨナヨナ勢か、強くてヨナヨナだな、これ。これあとアーク3人しかいない。やばいやばいやばい、俺たち逆になっちゃった。2人で、じゃあ1人で2人倒さないといけなくなっちゃった。じゃあちょ、僕行ってみます。なるほど、はい、いらっしゃいませ。よし、オザワーグナー、オザワーグナー、オザワーグナー出るしかない。オザワーグナーさんが来ると。アーク増員。まあ、まだ3人いると。1人2冊、まだ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 1人2冊やり返せばいいだけ。勝ちたがってきた。いや、それ柱に甘えたらいけない。あ、かっこいい。柱に甘えた。柱が太すぎるけど。いや、まあでもそうですね、こっから先はまあうち的には結構星3みたいな。星3、なるほど。オファーワークナーはレアを倒していかないといけない。そうですね、結構強いのを倒していかないと。小沢さん多分ワーグナー、名前の通りだと、名前の通りワーグナーですかね。
ですね。あ、そうですね、今作カラーが増えてます。ありがとうございます。なのでお気に入りのカラーをぜひ見つけてほしいなと。これ最初から使えるんですか？そうですね、クレアの製品版買うとついてる。あ、やった、使っていこう。レーストからのアップデートの人は、まあ、カラーを DLC で買うだけ。なるほどですね、という感じになりますね。買ってね、買ってね。さあ、オザワーグナー、ちょっと今思い出しの時間がありました。思い出した。さあ新キャラクター、さあ新キャラクターワーグナー、新キャラ扱いではなく。あ、対するはパッドゼ。パッドゼアラカー、パッドゼアラカーのこのカラーも進化なんですね。あ、新要素ですね。投げを貯めれ る、ね、めれる。ダメージが上がるんですかね。はい。ちょこちょこ上がっていくんですが、しかしリンネちゃんの画面端のコンボが。しっかり乾燥している。中断になったぞ。さあ、小沢ワーグナーがかなり苦しい感じになってきている。確かにワーグナーちょっと、あ、中断。ちょっと知らない。やばい。勝ちたい中断が。昔からあるんですけど。ですけど。実はですね、今作ね、あれ早くなってるんですね。え。だって一応新要素かもしれない。やばい。ちょパッドであるか強知らない早い中断を打っていったんですか。そうですね、これはかなり勝ちたいんでしょうね。文書にすると相当やばい。確かに。オザワーグナー、オザワーグナー投げて追加要素使って画面端に持っていくか。これはいける。コンボできてる。そうですね、半中央ぐらいからやったら一逆になっちゃうんですよ。そうですね、シルトを入れないといけないんですが、ダッシュ B からチーム陣からコンボを飛ばしていく。これなんか普段うちでやってるよりもコンボが高いんだけど。ちゃっ、あっ、おざわさん、ごめん。勝ちにいった。容赦がねえ。容赦がねえ。どうして勝ちたがりがすごいぞこれ。今日は出ない日。クーガーからすごいラッシュかけられましたね。623が出ない。623が出ない。623が出ない。623が出ずに。623が出ない。まあ、確かにそれはかなり痛手ではありましたね。ちょっとね、この後これなんかテクニカルタイム。テクニカルタイムアウトっていうか、そこを2人でちょっと次誰出すか。じゃあとりあえず、そうでいいですか。大丈夫ですか。じゃあちょっと、じゃあとりあえずワイバン井口さんお願いします。お願いします。これはこれは大変なことになりました。まあ確かに。あ、俺開けコンス。あ、切り替えてもらって3、これ4、そうですね、アークのライフ2倍。2周目、2周目は命2倍。2倍はあるかもしれない。2倍ある。まあ、誰2倍にしても大丈夫。誰2倍にして、あの、このウェルプレイド所属の人は1ですけど。そうですね。え、なんで誰って言った。 WP ランポさん、 WP ランポさんはさすがに 0.5 ライフでも十分なぐらい。みんなほんまに御社。いやうち、あの、みんな、まあまあ当然なんですけど、アークさんもやっていただいてますけど、はい、うちの社員みんなうちのゲーム好きなんで、はいはいはい、すごい練習しちゃうんですよ。練習しちゃう。それは確かにあるかもしれない。あいつはずっと練習してる。練習する上に容赦がない。容赦がない。確かに。いや、勝ちたい。そうですね。あ、じゃあ一応ちゃんとようやくやってくれた。よかった。新ステージ。新ステージ。確かにね。新曲新ステージ。そう、あのね、ワーグナーロンドレキアになったらいいなと思ってたんですけど、確かに長かったね。確かに長かった。長かった。さあ、これで試合。ここは、なるほど。ワイバーグユージさん。はい、ワイバーグユージさん。ロンドレキアで参戦。ワイバーグなのに氷属性。確かに。今度ね、ここもできてる。さあ、どういう風に崩していく。そうですね。中断、初見で立たれてますけどね。そうですね。多分散々やられた後なんです。あ、でもなんですけど、今の立ち火ですね。あれがやっぱりリーチが長いので、触り合いで触れやすいのがロンドルで、あれも中断。初見で新キャラの中断立つの大丈夫ですか。あ、いいぞいいぞ。多分初見ではないでしょうね。あ、なるほど。ズルですね。ですが、オーケーオーケーオーケー。あ、コンボしっかりできている。素晴らしい。打っていく、攻撃していく、出る。おお、とりあえずね、まあ、でも氷のアイコンがついてますので、なんか飛び道具とか当てると、一回当てないですね。
めっちゃして体力がないので打っていく。これ無敵技。はい。いいですね。登場してる。かなり動けてる。6、2、3が出なくても安心。そう。B と C で OK。あ、俺もだからロングルキアにしようか。確かに。俺もロングルキアにするか。おざ、ゴロすごかった。あ、ゼロ。確かになんか明るいステージ助かるみたいな。なんか話もあって、はい、確かにアンダーナイト暗いステージ多いんで、まあ、夜とかそうアンダーナイトインバースっていうぐらいなんでナイトなんですけど、このステージ明るいので結構見やすいかもしれない、はいはい、さあしかし2ラウンド目はパッドで荒川も少しずつ動きが良くなってきますね。これ打てるのはガードできなかったか、考えちゃったか、切り返したかったんですかね、緊張してるか、うわあ、荒川さん勝ち、勝ちたい、なんかすげえ、あやけ、ここ取って、ここ取る、取れるのか、アイバー、かん、勝ちたい、勝ちたい、フィットワース、いやいける、ゲージがなかった、そう使わせた、これね、いけますでしょう、あれ、ゲージあんまり増えないんですよね、だからあんな感じで払っちゃうと次のラウンド結構来るし、ね、おなるほど。ガードしている、ガードしている、ガード硬いな、下段が通っていいよ、パリンパリン、いい、これの氷がやっぱ強いですね、本もしっかりリターンが上がりますね、割り込みから分浪2段止めから超ーあーなんか対応してきた、なんか対応してきた、なんか対応してきた、敵に対してしっかり返していく、おーおー難しい、なんかあー怖いところ、助けてくれ、あー転がり、今の立ち絵は本って何出てない、大丈夫か、うん、マジーな、あるうちの大将からマジーなが出ました、マジーな来たー、あーあーセリからか、さあいやいける、おいやいやいけるいける、優しさ、あーいいのか、あーいい、とりあえず吹きすさぶ白雪にの抱擁がなんか、あー言ってる間に一言ってる間に終わった、ちょっと待て、まだいける、うちにはまだまだ愛妻パパゲーマー M がいる、愛妻パパゲーマー M がまだ残されていると、はいはい、これはじゃあ一応アークの大将、アークの大将愛妻パパゲーマー M、 これはでもまだ戦える、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 ここから1、2、3、4、なんて言ったって彼愛妻パパゲーマー M、 弊社のヨガ部、ヨガ部、ヨガ部部長、なるほど、ヨガ部部長ですから、ヨガ部をそう率いている、率いている、うん、それはかなりのポイント、やっぱり、ね、精神力が違います、違う、やっぱヨガやるとそういう辺鍛えられるんですか、鍛えられるんでしょうか、ヨガ部部長なんですけど結構体が硬くて、あれあーなるほど、ほぐしを狙っている、まあ逆にそれでほぐしに行くと、そうですね、自分と向き合う社員の方が多いですね、なるほど筋トレもしてますしね、来た、そして白夜、白夜リンネちゃん対白夜、新要素、いきなり新要素出した、やばい、新要素が潰されてしまったのか、出ました、ビャンビャン今回真ん中感じで今までと違う軌道でなんか罠の後に飛んだりできるようになって、はい、かなりトリッキーに動けるようになって、ヤマンボさん、ビャンビャンの新ムーブ勉強させていただきたい、確かにまだわからないからみたいなのあるか、がここ難しいよな、ビャンビャン、そうなんですよね、結構ポテンシャルはある方なんですけど、ある方というか言われがちなんですけど、難しいですね、ここが判断もあるし、いろいろ難しいんで、しかしこれはパッドで荒川がワンポンゲット、だんだん流れが良くなって、やばいぞ、クーガ、シークーガ出ないのか、クーロー3つ、おいよし、とりあえずね、暗い暗い暗い、すごいなさ、かなり俺ぐらい喋るな、声出してる、声出てるよ、声が出て大事ですね、大事です、声出し大事です、チーム戦だから、終わるわけないよ、あいやナイスワン、ジャンプ B からおいだって銃弾発、ダメみたいですねダメみたい、ダメみたい、それダメみたいです、やめましょう、それ
ダメみたいなんで。格闘技荒川弊社の中でもちょっと団地で反応がいいっす。はい、オッケー。はい、打っていく。新料理。中断が効かなかったら彼結構若さに身を任せて中断立ってくるっていう。ズル、ね、実際ズル結構ズルという話は耐えろ耐えた耐えたそんなポケモンみたいなさズルが来たなこれ中下で崩してああ差し替えあるあるその背中にいっぱい背中にいっぱい爪があるよこれはナイスムーブあしかしあ、これは終わり形諦めない諦めないそのピカチュウみたいなことないかいやあれあれじゃあまだまだ1まだまだ1あ、1しかまだ1しかあ、まはい、パパスマホ見ているまだいける赤飯を抑えて待ってくれている確かに中断はすーげー減ってる打っている、ま、たっているいいですねやるとき教えてくれるんだ確かにくらえって言いながらくらえって言いながらなるほどね、わかりやすいそういうところなのかなうわ、うまっ確かに、全然赤ビートではないというそうですねめっちゃ減ってる、まだある あ勝ちたい勝ちたいじゃあ、あるぞ思いが通じたまだあるあるくらえってくらえておかしいもうダメだもうダメだというわけでというわけで、アークシステムワークス製は滅びました星が一つなくなってしまいましたねこれこれはこれはどうしましょうか早く来てくれしていいのか早く来てくれもまあでもそれでも面白いのではとは思いますけど一応でもでもどうなんですかどうしようかなどうしようかな えどうしようまだ早いよねこれ思ったより早いんだよ思ったより早くてこれえ待ってもうなんか一回死んだけどもう一回やり一回でもう一回やりたい人やりてえやりてえって人俺の力はあんなもんじゃねえとやりたりねちょ俺負けたから一回ちょっと確かに俺やっぱ勝ちたがり俺ちょっとやっぱここは勝ちたがり一回ちょっと勝ちたがり小沢一回ちょっと死んだつもりでそうですねここで正しい勝ちたがりを出していく戦闘力なるほどいや勝ちたい勝ちたい勝ちたいけど、まあ、御社の方が勝ちたい感は出ている多分そうですね弊社からこのアークさんのところに来るまで、はい、2時間とは言わないですけど、はい、どこどこどこって電車で来るんで、はい、多分相当勝ちたいやつが集まっているのは間違いないですやばいよって上の数字が2分の15やいやリアルな数字出てるまずいまずいまずい17マジこれは確かに途中でゲームが BB タックになってしまうっていう異種格闘技戦が始まってしまう可能性ある試合の方はあ、うまいですねワグナーが壊しにかいからしっかりしているそうですね中断が効かねえ。あ、今新技新技リッケちゃん今回空中でリークーが攻めれるようになって、はい、2段ちょっといくようになって、はい、遠くから結構リーチの長い球が打てるように今までとはまた違う攻め方できたりするんですけど淡々と解説いただいてる中出ないっておっしゃってる確かに小田ワーグナーが出ないとこれまた感想あミスったが引かれるよ強くてあー D2 回が前 D になったあるあるですねあるあるですね小田ワーグナー勝ちたい勝ち上がってくれ漏れてこれは、まあ、ジャンシーからのしっかりダメ取っていきます縦強化フォアフォア何何何 C 技 C 要素出してたいや出てる出てるそうそうそうそれだいや新要素を説明しているのにもかかわらず簡単とコンボをされておりますがどうしてさ縦に強化をつけた状態でまあ、まあ、後ろ半回転 B とかなんですが崩しに行ってますそうですね勝ちたさがすごいですねだから打っていく拾える難しかったこれいける遠い
見てる 3C タイプ偉いですね今の。投げしけ投げがちょっと早かったですけど攻めは良かった。強化つけて立ち回り有利。うーしゃがみセーフ来た 6C。 そうですね小足から入ってしまっているのでっていうところですね。補正が来てそうなんです。これこれはK 確かに小田ワグナー一勝1ラウンド取り合いと思いました。あ惜しいですね。いいアドリブだったんですけれどもダッシュ B ヒットしっかりしている。ダッシュ B が出なくて、いやつまり細かい部分のコンボが難しい。お新要素新要素 バリバリ使っていく。出る投げ通して、まあ、縦を強化してタックルに行く技とかで強化されてカードポイントみたいなのついたりしますよね。はいはい見えてる。さあリンネのスピードに完全に小田ワグナ翻弄されているが早いですおっまあ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 まさか？さあ誰のコントローラーだ？小沢さん？まさかそこで机で触って押してしまったと。はい。3,2,1 ダウン。続けるんだねそれはできる。いや、下がっていく。あー、ここだはいこれが勝ちたがりか。なるほど、これが勝ちたがりか。かっけえよすごい、めっちゃ勝ちたがり。何だったんだろう、何だったんだろう。スタートこちこちって。まあとりあえずでもこれでパッドで荒川、パッドで荒川負けましたんで、じゃあ次がじゃあどうしよう。ベンジェンス白鳥になるのかな。ベンジェンス白鳥。ベンジェンス白鳥。その名の通り。ベンジェンス使っていくんでしょうか。ベンジェンス白鳥どうなるんだ。勝ちたがりホームボタン。パッド爆弾があったのかもしれない。いやでも違うか。そうですね。ここの場ではちょっとあのアケコンのそのボタンがあるのが背面にあるタイプで、そうですね。ツンって触っちゃったっぽいです。何事もなく。はい。何事もなく。そんな何もないです。どのように何事もなく続行されていきます。さあここはベンジェンス白鳥。これはベンジェンスではない。ベンジェンスではないですね。なるほどなるほど。やっぱあここでやっとワーグナー VS ロンドレッキアの組み合わせが見れる。2回目ですね。いや起きている。異世界転生してやり直してる感じがあります。でも選ばないとダメですよ。あ曲これ曲選んであの VS の専用の曲ありますよ。これ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 来たー。そうなんです、ロンドレキア VS ワグナー。さすがにね因縁対決みたいな感じ、まあ、過去一方的なロンドレキア側の一方的な因縁というか出てくるのはベンジェンス白鳥。ベンジェンス白鳥これなんか似たようなカラーですね。こういうカラーもあるんですね。あそうですね。さあ私投げてるのは小沢ワグナー。小沢ワグナー。小沢ワグナー動き良くなってきましたね。さすがにほぐれてきた。2回目の転生にしてようやくほぐれが透かし投げまでやってこれ無敵に対してしっかり返せる。おっとちゃんと出るけい時を止めてからほぐれてきた今こそっと誰か許さねえって言わんからしかし画面端に追い詰められているのはベンジェンス白鳥ですが、コワコワからコンボするのは小沢ワーグナ。いやいいですね。輝け中段ガード、中段ガード
で中段きっちりガードしますね。しますね。シャカビ長くて強い技ですね。ゲージは払えないが、オクラスたち渋い。光っているのはベンジェンス。ここの CS をどこで貼るかなすけども、ここはコンボ壊しからいけるのか、いけるか、いいフィニッター、引いたベンジェンス白鳥、なんとこれは かなり小沢ワーグだ、勝ちたがりにしましたね、勝ちたがり感出てますね。これどうしよう、オンさんなんだかんだであと4人、そうですね、これだ誰出しゃいいんだ、誰出たい、あ、じゃあはい、サトチ早くない、サトチ絶対勝ちたがりじゃないですか、残ってるメンツの中で多分確かに一番こう不安要素を抱えているラン&ガンみたいなプレイスタイルの一番の不安要素ですね、某バスケじゃないですか、そうそう、ただはガンはラン&ガンは強い、ラン&ガンは強い、俺たちのラン&ガンガンはかなり強いんで、まあ、ここもやっぱりロンド対ワグナーもう一回見れるんで、あ、なるほど、そういうニュアンスもある、サトチーさんロンドレキは使うんですね、そうですね、専用曲を流して新ステージで押していくというわけで、こちらから出していくのはサトチーのロンドレキア、愛するは小沢ワグナー、ワグナー、あ、笑いがなくなってきましたね、勝ちに来てる確かに確かにこれはサトチ、これはかなりやってきてる可能性もあるな、これはそうですね、ただワズナーじゃないや、ロンドレキアのいいところが見せられる可能性がある、拾い直す、さすがにさすがにセットプレイまでやっていくおい、これ P だぞ、これあれそこれあっ、空中ガードはありません、空中ガードないですね、魔法ごとなきランアンドガン、ペッチ、いやー、しかしこの状態弾食らっちゃうと凝っちゃうんだな、怖くて中断バスケンは欲しい指導、まあ、本人安いって言ってるけどね、これ御社の勝ちたがり御社の勝ちたがりすぎませんかこれええ、ちょっとどういうことこれ、えすごい、なんだろう、置き攻め待って不必要な昇竜拳で分からせていきましたよ、置き攻め昇竜で必要のない昇竜で分からせる、来てしまった、これは出るときだって僕一番弱いんでって言いながら出てきましたよ、そうそうそう、確かにね、サトチ、あいつ、サトチ俺があの中で一番弱いんでって言いながら出てきてこれですね、これアークマイナス2になりましたけどあ、マイナスでどんどんこう減ったりするんですか、マイナス2なんで今いいんですよ、ロンドレキア、あ、お、あ、来た、ここはアイサイ、アイサイパパゲーマー、アイサイパパゲーマー、前止めましょう、止める、止める、かっこいい、増えることはないからね、増えることはないからね、マイナス2でとどまんないといやでも確かに、まあ、ワーグナーとロンドレキアのいいところ、そうですね、はい、ロンドレキアのいいところを見れた、確かに、まあ、専用の組み合わせ、あの曲作ってるのが、まあ、うん、ライトさん、はい、ライトさんが曲作ってるのが分かってるんですけど、アンダーアイテムシリーズ、やっぱ曲の評価というか、はい、評判本当にいいですね、いいですね、本当にいい曲作ってもらえて嬉しいな、うん、めっちゃ好き、なので今回曲も増えてますので、ありがてえ、ぜひぜひ聴いてねという感じです、で今回あれなんですよね、この対戦中にこの BGM セレクトで、まあ、主題歌とか一応選べる、うん、おー、へえ、ミュート、ミュートはやめろ、ミュートやばくないですか、あえてね、まあ一応その何ですかね、前作の主題歌と、はい、今作の主題歌、はい、おー、いいですね、いいですね、主題歌流しながらゲームできるのはいいですね、うん、そうそう、これもするときにちょっと気分上げたいなみたいな時とかも、なるほど、楽しめるようになってます、またあったね、ファーストクローズ、しかし出てくるのは愛妻ビーでも割れん確かにランダムにするとそうなります、そこはオートにしとこうジャンプ B カウンター、これは運んでいく、サトチーさん全く容赦なく普通にそうですね、ガンガードです
暴れる素振りはなく、なく崩れる崩れないよみたいな。あー、オッケー、ヒット罠に捕らえられる。難しいですね。体育、体育はしっかり、体育真面目じゃ当たっちゃってますけど、な強い、な強い、な、な、な、漫画でしか見たことない。たな、強い、強い、強い、やられる。キャラのセリフみたいな。そうですね、中段しっかり立って、おー、あー、無敵の前から、やべー、あのかませ感すごいな、今の。くらえ、くらえ、くらえ、やったかって。おる、そんな人、リアルに。リアルに、おる。そんな、そんな、そんな、あれで倒したはずでは。おる、おる、おったか、ここに。リアルで言う人いるんですね。かっこいい。覚えたフレーズを。覚えた。ヒートクラッシュの下請け。かなり、まあ、やっぱ秘蔵もあるね。そうですね。かなり強いですか。おお、金要素使って攻めていく。いろいろ、いろいろ出してみますね。トリッキーさがちょっと本作面白いところですね。難しそうですが面白そうですね。確かに研究要素はあるはずみたいな感じになってます。学校で違うよ。投げ、裏に投げて、おー、来た。ブレイクはでっかいぞ。触っていって、あれです。ナイス。けども、うまいですね。難しい。なんで言うの。じゃあ、じゃあ、今言う。今のは自爆では。さすがに。わかる。そうですね。わかる。そうですね。そうですね。くらえ。そしてくらえ。くらえ。たぶん、下段の時は黙ってましたね。それは言わないんだ。ここ勝負どころで笑ってました。あ、言った。逆屋側に問題があるということで。おい、ったぎり、おー、いい、うまく、そうですね、敵の切り返しを避けながら攻めてますね。あるぞ。いや、それガードが結構見えてる。あ、ダッシュ、もう出てる、もう出てる。飛びから、ビビ、新要素出していく。そうですね、立ち火から追加の立ち火、これで攻めの幅がかなり広くなってます。白夜で、サトチはそこから設置ですよね。淡々と立ち火出てねえだけじゃねえか。いや、結果的に良かった可能性がある。ダメージも高かった。さあ、サトチ、サトチ、高いルート殺し高い。倒しきっちゃいましたね、これ。倒しきっちゃいましたね。これアークマイナス3。マイナス3。マイナス3。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあそろそろ行きますか。なるほど。じゃあちょっとすいません、アークシステマックス、最後の柱。最後ランポさん。知らないキャラに。知らないキャラに。お願いします。ランポさん頑張ってください。お願いします。頑張ります。アークの、アークを背負って、急に。お前はアークの柱になるんだ。アークの柱になれ。柱になれ。柱になれ。ミュージカルが始まる。ミュージカル的な感じで。そうですね。というわけで。生放送で。これ確かまあまあひどくない。まあ、まあ、確かに確かにこれは。いや、これを乗り越えてこそのエボ覇者。エボ覇者。じゃあ乗り越えるなら明日明後日誕生だよ。確かにいきなり知らんキャラ配信みたいな。お前こそが。お前の。あ、クリアランポ。クリアランポ。クリアランポを。確かに確かに。あ、色を着せ替えがある。新カラーを確認していく。そうですね。そして、お、いいじゃないですか。オープニングテーマあります。いいですね。よろしくお願いします。さあ、というわけで出てきました、御社最終兵器。御社弊社最終兵器。クリアランプ、エゴ覇者。エゴ覇者、エゴ覇者はちょっとさすがにサトチも苦しいから。いや、まあ、こうか。あ、まあ、なるほどね。彼なりに知らん技で金殺したいって多分思ってると思うんですバレる前に。そう、あ、どんだけ勝ちたいんだよ。いやー、でもやっぱ今後はさすが、さすがですね。高いですね。ディレイの決まっているという、うまいですね。なんか微妙にディレイをかけると、はい、ちょっと火力が上がるパーツとかもあって、
もちょっとやり込み要素ですけど、あー隠し勝っている、隠し勝って誰も敵技、はい、しっかりやってます、出していく、サトシも勝ちたいんでしょうね、そうですねこれ勝ったらだってそうですね、だってリスクないマッチすぎるもんこれ、はしゃはしゃはしゃ殺しはしゃ殺しの異名が、そうそう、あーこれ厳しい、拾える何を警戒すればいいのかわからないですよ、なるほどね、まあ、ロングリーはやっぱり実がなくて、はい、中間距離から急に飛んできて、わーしかし中段下段みたいにやってくるので、ここ結構どの前に気をつけるかは難しいところなんですが、あれはしっかりブラック、あーっと届かない、西出し切って、あーっこれは危ねー、あーかなり苦しい試合になってきている、GSK は取れたが使ってアサルトし、ナイス、うー際どい、一戦でこれでもキャラの、はい、どういうキャラか分かってきたか、いやーナイスガード、しっかり立ち上から反撃いる、はい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 、これ画面端に持っていって奥攻めですかね、こっから罠を、さあここから、あーよく見るやつ、さあよくエボの壇上で見た、エボの壇上でも見たやつ、エボの壇上でも見たやつだ、おっと、さあしかしここはそうですね、無敵技の範囲外から中断しました、ね、はい、わー今優先しましたね、コンボを切ってグリッド連勝してグリッド食べての、そして切り返し、これがあるからやっぱりコンボ切った方がお二人の火力高いんですよね、ここが大事です。アンダーエントインバースの下のグリッドがすごい大事で、はい、ここで取ったのはサトチなので、赤くなかったんですか、赤く光っているが、出す技に困ってしまった。抜ける抜ける、いやー、ガードが硬いですね。あー、うまい、的にはやっぱり牽制との相性があんまり良くなさそう。強そうですが、さあ、困った、あラッキー、あー、なんか反撃が難しい、わけわかんないことになった、息苦しい、息苦しい、先に使えるやつ、ここは出していく、サトチームを粘る、ちゃんとオープニングをねフルで流してくれる、確かに、ありがとう、あ対空が可愛い、覇者はねいい動きしますね、そうですね、こちらです、ダッシュシードのセットバックにしたんですが、なっけ、CSK 取ってるのはサトチ、あーナイスカット、あーきつい、きつい、運通りに対してガードシード失敗に対して、きつい、あー逆に攻めていく、ちょっと投げは間に合わなかった、攻め、なっけ、投げて、あーさあネタを出していく、取れて、フォーラッシュかけていく、ここはダンとスペースが入ってるんですね、ここが覇者のやり込み、さあこれはいけるんですか、いけるんか、いやここはわっと攻め優勢、最後暴れ潰し、ちょっと息を飲む攻防でしたけども、さあ見事勝ったのはクリアランプ、ウェルプレイのクリアランプ、初見、初見の初見の中段っぽいやつ、中段っぽいやつと、さあ残ってるメンツだ、誰行きたい、そうですね、コナツさんとあと残りみそさん、あとカモネさん、どっち行く、どっちでもいいよ、じゃあじゃあまあみそさん、みそさん、みそさん、みそで、まあ、確かにリスクマッチがすぎる、そうリスクマッチがすぎる、こっからでも確かロンドはいない、そうですね、出てくるかもしれないですけど、まあ、ちょっと誰を出してくるか聞いてないんですけど、す、ね、あちょっとボタン設定だけ、あどういうか、ボタン設定忘れないようにしてください、あこんな、明日販売なの忘れてた人、おっと、なんと今なら、今ならまだ間に合う、まだ間に合います、何が間に合うかというと、ダウンロード版であればなんと今日の23時59分まで 10% オフの4752円で事前予約ができる、なんだってなんだって、これは PS4 版もスイッチ版も同じっす、なんだって、はい、TL 版ぜひ2月19日23時59分まであと2時間ぐらいしかない、ない急ぐしかない、ない、あ3時間か失礼
まあ、これはちょっと急いで、はい、ぜひぜひぜひご応募お買い求めいただけるとよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イッテルスバからイッテルスバが試合が始まります。キャラ炎でしたね。さあすごい新要素出したがりいっぱい出してくれてます。わーなんだちなみにです、はい、そしてランコ選手の画面端のラッシュがすごくて、いやーランコ今うまくリバサダッシュしたんですけども、はい、ランプも読んでました、ね、これはすごい猛ラッシュになっているが、わかんない、わかんねー新要素、これは実はちょっと練習してたなやり手か、今すごいですね、画面一番上から下段が飛んできましたね。画面の外から、画面の外から下段が飛んで、それが許されてしまうのがアンダーナイトインバース。います。わー、さすがにかなり見せてきますね。負けたくねえぞという強い印象を感じますね。そうですね。これはサビまで来ました。サビまで来た。炎が頑張りたいていますが、どこで繰り返す、右がカウンターしたが、今のところまだ細かいダメージは至っていない。痛そう。あっと、なんかいろいろあって消えそうある。まだ知らないんですが、次の読み合い怖いですね。ここはしっかり確認してる。マジマジでマジで強すぎる。これはプロ。いや、これちょっと御社の柱。柱強すぎますね。これはゴンブト柱。これはもうゴンブト柱来ましたね。やばいですね。残り2人。まあ、次はまあ小夏ですかね。はい。え、ちょっと待って。小夏。初めまして。まあそしてこれで。許さねえからな。いや。裏番マジ許さねえからな。いや、まだわからない。まだわからない。まだわからない。さあこれは。これはさあキャラクター誰を出していく、あ、ゆず…いやけいや、いや、やりましょうよ、やりましょうよ。今、生まれてないで、負けたくないんだよ、なってやっぱ、これやっぱ、ね、負けたくない、やっぱね。まあ、そしてキーコン大丈夫ですか。一回バツボタン押してもらう。キーコン大丈夫そうす、はい、これでもどうすかね。ケイヤスケイヤスか、ケイヤス結構技増えました、ね、そうですね、増えてます、はい、なのできっとこれは新要素でために行くっていう秘密兵器の可能性がすごい高い、はい、ね、すっごいランポさんが絶対でもうかなりやる気満々ですね。ランポさん側のキャラもあれです、はい、カラーが新カラーですね。ああ、そうですね。ちょっとこうスイッチング何がし、スイッチング何がしみたいなカラーになっております、はい、コントラストですね、はい、カラー名が何かを連想させるような、そうですね、なってますが、ああ画面端に追い詰められているのはケイヤス側、あるいは抜ける下段立って、これでピッチを入れ替える、これはしっかりこの状態からおパンから投げる、抜ける、おパン置いてる、あ、さあなんかいろいろ出て、ジャングラーに対してしっかりダメージ取っていく、下さがあるが、ここでコンボ決めてるが、ラボ、はい、あ、そうですね、ここでキープして、CS 権取りました、はい、まあ、なんとかして CS 権は欲しい。うわー、あかかったところ、空中平をしっかりフォローする、アドリブうますぎる、これはうまいですね、本当に。でこれをレロフすると、さあここで中段で崩していく、いやーやばい、エボハシャ強すぎる、エボハシャ強すぎる、当たり前なんですけど、これは、はい、C から拾って高いループです。あの子立ち上がるって聞いたんですけど、立ち上がりますね、召喚獣、召喚獣のアジダハーサク今回立ち上がれるんですが、立ち上がる暇がないですね。いや、あまりにもラッシュがすごく大きくて、ね、あんまり立ち上がれない、あんまり立ち上がれない、噛みつきから画面端いいルートですね。ここで投げは抜ける、逆に投げて、本当にうまいですね。あ、
怖い怖い。やあ、失礼します。さあここは気合のメロフ。あ、パン、ゴミカウンターした。これ高いルート。さあいいルートで拾い直して、これは。わあ、ダメージが。加速してた。パーを仕切る、1本取り返す、1-1、そしてさあ、ラハーカーで攻撃、挟んでいく、とにかく勝ちたさが出た、うわー、バックスで待ってた、これを捕まえて、うまいですね、うまくエクスパンタカラクティで、イディレイ、あー、なるほど、メロフにして。うまうまコンボで、なるほど、さあ、あまりにもうまくて、わあ、投げが通る、苦しい、さすがに苦しい、さすがに苦しいぞ、さすがに苦しい、これやっていった、わあ、やっていった勝ちました柱がまあもうまだマイナス4、まだマイナス4、まだマイナス4、まだマイナス4って言葉がちょっとよくわからないんですけど、まだマイナス4、なるほど、という感じで役立たずでしたね。いや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 、今の試合はね相当面白かった、相当も取れたから、お金取れるやつ。え、でもこれやっぱ確かに山根さん出てないのはちょっとなんかまあ確かに俺出てないですねただ言ってしまうと俺らより強いんだよな、はい、俺をまあまあまあ俺出てないですね、確かに。山根さん出ますか。え、どういう感じで。あれを倒せばいい。そうですね。あ、そういうこと。あ、じゃあもうそうしますか。じゃあなるほど、あれを倒せるな、あれなるほど。山根さんとじゃ小夏さんで、なるほど、やってどうなるんだ。どうなるんだ。それは俺が勝つとアクシテワックス様の勝利。わかった。まずはじゃあとりあえずフラスマさんの勝利です。おめでとうございます。まずね。まず。いやこれはまあでももう文句ないかな。まあ。もう柱みんなちゃんと練習してきた。はい。マイナスいっちゃったし。マイナスいっちゃったし。確かに。どうやけ、じゃあここからエキシビションマッチということでね。わかりました。さんとじゃあこの後まずは。じゃあやらせていただき、はい、お願いします。はい。お願いします。しましょう。すお願いします。いやー、やっぱケイアス白夜すごいですね、画面のあの男、新要素で崩してきてるんで崩れるしかないじゃないですか新要素知らねー隣でボソッと新要素なんだよなこいつ新要素なんだよな許せねえよ。いやでもやっぱり強いよな。問題は鴨居さんが誰使うかです。おロンドじゃねえのかよってさあ多分勝ちたいんでしょうね、はい、彼もまあまあまあ、あ、なるほど、確かに、まあ、アーケードの設定なんで多分そのままで、はい、です。お願いします。スイッチングコントラスト、意味深な名前ですねスイッチングコントラスト。いやこれカモネさん、これは社内下克上ありますね。そうですね、はい、買ったらぜひプランナー名乗ってほしい、名乗りを上げてほしい混沌のものよ、片付けを始めましょう。行きましょうか、はい、ワンピーガーが小夏さんのケアスに対するワンピーガーがカモネ演技ですね、はい、タッチ CC3 段で締めて画面足ゲット、ちょいため下段では崩れない新要素ですね。これの有利フレームが非常に伸びているので、はい、画面端の攻め系の圧が非常に強くなったんやけど、はい、対する、ケイアスですが、アジの、あのペットですね、はい、トカゲの動きがめちゃめちゃ増えてて、あと多分これはおそらくなんですけど、はい、アジその攻撃判定出てる時だけ色がつくようになってるんじゃないですか。そうですね、なんか色変わってますもんね。だからそのアジが行動中か行動中じゃないかっていうのはちょっと分かりやすくなったのかなっていう印象があります、ね、ゴブがゴブしっかり位置入れ替えて、うん、噛み合ったがガースラ切り返していく、ガードキャンセルですね、はい、中段ヒット、しっかりコンボを伸ばしていく、あーっと地上での3回勝が出なかったが、ここはシャワリ通してジャンニー C、 シャガシータチ CC から CV をアジ吹きつけて 6C になってしまう、出なかった、潜ませてタチビビー、うー
勝ちたいしゃがみこすりましたね。カモネさんのうめきが。あ、でも今立ち上がった。打っていく、切り返して。遅らせ壊し探しからでんでんでん3回勝で締めて、タッチパン投げを一つ、アサルトジャンプビー当たって危ない、中段ヒット、中段が弱点だったのか。意外と通るぞ。探し3段で締めて、タッチパン壊し、アンシーから下段から始め、おおっけー、アジダカ、アジダカハダハーカ、ダハーカ後藤ですね、殴っていきます。最初ラウンド潜めから、これは補正が緩いのでかなり減ってたんですが、やっぱり減りますね。やっぱりそこは減る。あっ、わーっと、かかち停車がみをアサルトで怪しく蹴って、これは痛そう。かみ足状況が位置入れ替えて、おーっと6シーヒット、スタッチからエリアル、しゃがしから運ぶ、下段怖い、カモカッカモカッ、あー、出なくて美味しい、カモン出た、新要素、うわ、ベベベ切り返していく、ダッシュ C がベベベに、おっと、あーボタン押しちゃった、下克上。最強、最強はコナツさんという感じに。そうですね、最強は、まあ、弊社のコナツが最強ということで。コナツマジ許さねえから、強すぎ。あー強すぎ。まあでもとりあえず新要素とかちょこちょこ見せつつ、そうですね、うまく対戦会が見せれたらよかったなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで ね、対戦会の方はフランスパンさんの勝利になったわけなんですけども、はい、この後、え、どうしたんですか。あ、いやいや、かっころんだ。急にどうした、あ、両前負けてましたよ。チームの勝利。あ、なるほどね、確かにね、チームの大事、確かに。じゃあ下一回改めて、はい、ちょっと製品紹介ですね。あ、なるほど、はい、アンダーナイトインバースクレアの製品紹介改めて、スライドの方が出たら嬉しいなと思いつつ、そうですね、はい、できましたかな、はい、次ですね、はい、2月20日え、明日なのでは、今日2月19日、もしかしてこれ明日、あともうちょっとしたら 2,3 時間ぐらいで、そうですね、明日になると。明日になるっていうことは明日から遊べるってことなんだ。もしかして気づいちまった。気づいちまった。え、明日発売ってことはもしかして明日遊べるゲームが今もしかして、なるほどね。あ、もしかして今やってたゲームってエクセレートクレアなのでは？今盛り上がってたあのゲームがこんなにすごい熱いしゃべれた。アンダーナイトインバースエクセレートクレア、もしかして明日発売ということで、正統派近代小説感覚 2D 対戦アクション、ピアラノベダイズ 2D バーサスアクションのアンダーナイトインバースエクセレートクレア、あのアンダーナイトインバースエクセレートクレアがなんと明日発売ということで、しかもさらに、はい、DL 版ダウンロード版は事前予約いただくことでなんと 10% オフ。 10% オフ、 10% って大きくないですか。 10% 大きい、ワンコイン500円ぐらいで違うわけですよ。だいぶ、うん、10% の、え、なになに、ボーパル中の、ボーパル中、確かにね、確かに、今勝ったらボーパル取れる、そう、ボーパル取れるわけですよ。高いとボーパル大事なのみんなわかるよね。お買い求めいただけるということでね、ボーパル特性がついてるぐらいの感じで、ただやっぱね、ボーパルもほらずっと続くわけじゃないじゃないですか。確かに、もうすぐ周期が、ボーパル時間もね、もうすぐ周期が終わってしまいますよ。トランスステートが一周しちゃうわけよ。あとちょっと一周してる、リアルであと3時間ぐらいで一周するわけですよ。あれだったらピローンって相手の方光って、そう、相手の方光っちゃうから。そうすると 10% 高くなってしまうと。そうです、なので2月19日の今日の23時59分までに事前予約お済ませください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、スイッチ版も PS4 版も、どちらも 10% オフとなっておりますので、よろしくお願いいたしますという感じでございます。はい、というわけでコンテンツ以上となりますが、はい、まあ、まだ時間あるんで確かに、うん、まあなんかエキシビションやりながら、あ、そうですね、せっかくなんでいろいろ、あとそしてこれはね、これって大丈夫なんですか。これ大丈夫です、これ明日発売の、明日発売のファミツのペルソナが のここめくると1ページ目がおーい、なんと、なんとファミツさんのこれ1ページ目見開きがすげえ、なんとアンダーナイトインバースエクセレートクレアのっているわけよ、広告が明日のファミ通さんに載っていると、はい、これはもう
買うしかないです、ね、これ俺はとりあえず10冊ぐらいは買います。10冊買ってね、マストバイですね。全部飾っていきますね。全部これは、うん、そうですね、なかなか、はい、保存用が6個ぐらいですかね。あ、保存用が6個、長めに保存したいな、ね、はい、ぜひこちらもお買い求めいただければと思います。ぜひぜひ明日なんでぜひコンビニとか書店でお買い求めいただければと思います。じゃあなんかやり足りない人どんどんやっちゃってください。どんどこどん。ベンジン、じゃあやっぱだからエボあ、これエボ、やっぱエボ2019サムライスピリッツ部門、うん、129位 VS33位の、あ、確かに試合を伝説のやつやるしかない。しかも同キャラだしね、同キャラ、あ、ロンドじゃない、あ、ロンド、あ、ロンドキャラなんでしたっけ。普段は瀬戸。じゃあちょっとお願いしますよ。これは129位対33人これは見たい。白黒ついてそうだ。いや、やっぱエキシビションなんで、エキシビション、はい、レボリューションで、これはでも、まあ、なかなか面白い試合に、そうですね、ベンジェンス白鳥、はい、バーサスワイバンユグチさん。なるほど、ワイバンユグチさんが、はい、去年のねエボ2019でちょっとアークナマの企画の一つで、うん、サムライスピリッツ部門出ますと、あ、はいはいはい、で男女を目指しますっていう企画をやったんですよ。男女を目指す、かっこ力強い、そう、で102で結果129位だったんですよ。129位で、でも2000何人中129位、結構頑張って、ね、相当頑張ってすごいっすよねっていう話をして、翌日からなんかにカモネさんのツイッター見たら、ベンジンス白鳥が33位だったってそういう形でマジでってもっとすごい人いたじゃんみたいな、なってしまったという。白鳥ね、グラフィッカーなんですけど強いんですよね。そうっすね。だからちゃんとねエボーのそのスマッシュ GG 見に行ってね、出てますね。出てます。33位ですね。すごい。でぜひ見てください。実はかなり。そして試合の方。さあ、そうですね。ベンジンスさんは瀬戸ですね今回。ベンジンス白鳥、名前の通りベンジンス。はい。瀬戸出してきました。が試合の方どうなるんですか。ここでジャンビー、今カンタ取ってセグメントを期待、新要素を出していくベンジェンス白鳥、これは逃げを弾き入れしてダメを取っていく、うわぁ、いやでも CS ありますよ。あーっ、いや今ダッシュ停止モーションをダッシュ停止モーションなんだよ。ダッシュ切ってしまった。でも今みたいな時も赤く光ってなかったら、そうですね、ちょっと様子見をしたりする、はい、落ち着けー。ワイバイウジさんが悲鳴の声が、たった助けてって言う間もなく終わってしまった流れ。はいよ、これが、いや、しかしこのラウンドはかなり受け身を取らせて勝ちのラッシュを続けていく、ね、やばい、状況がまずい、グリッドが、まずい。10%取って、ここは事前予約ベンジェンス、DX 走行のベンジェンス白鳥出していく、うわやはり勝ちに来てますね。マジでも、しかし DG すまんな、あー、それ当たってしまった。2段目の下段に当たる、やばい、また割引今ちょっと割引ポイントがセット側についております。いいよ、どうして、これは割引取れる、割引が、そうです、よし、割引さあ 10% 割引が今ついております。今ついている、割り増しなんで、でも割り増しなんで、あ、しかももう使っちゃったし、あ、いや、これは新技、見えないところでもう倒されてしまう、強いわ、強いな、これ、あれだな、これ2先とかなんですか、これちょっとまたアークゼちゃんとこれエボだから2先、なるほどね、なるほどね。じゃあこの対戦をやりながら、ちょっとじゃ あのお二人に感想をお伺いしながら、2先で流しながらこの振りじゃあまずランパさん、じゃあ、はい、本日の感想いただいてもよろしいでしょうか。まずフランスファンの方々がガチで殺しに来てるのがすげえなっていう本気も本気で真面目に崩しに来られてるっていうのもあったんですけど、まあでもやっぱり僕としてもすごい長くやってたゲームではあるんですが、うん、新要素をその新しい要素としてちゃんと新作としてすごい楽しめてるなっていうのがあったりとか、さっきのロンドレキアのしゃがみ絵もモーション全然知らなかったんですけど、うん、今回の赤いエフェクトのおかげでしっかり切り替えてたりもしたんで、そういう部分ですごい斬新な気持ちで楽しめて、わちゃわちゃすごい良かったです。ありがとうございます、はい、ありがとうございました、今日はありがとうございました本当に。
遠路はるばるそうですね、わざわざ本当ありがとうございます。じゃあ、カミさん、はい、そうですね、アンダーナイトインバース製作フレア、明日発売になります。その話なんですか。いや、まあ、とりあえずの どういう、まあ、この方、着地点に持っていこうみたいな感じなんですか。いや、そうですね、頑張って作りましたので、うん、まあ、ぜひやっていただきたいなと思います、うん、まあ、ちょっと新要素とかいろいろあるんですけども、はい、このあたりをどんどん紹介等にしていきたいなと思っておりますので、今後もアンダーナイトインバースシリーズよろしくお願いいたします。はい、お願いします。我々もちょっとやりましょうやってちょっとやって、まあ、今日はそうですね、うん、今日の話を全然しなかったんですけど、はい、まあ、今日本当呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。はい、前日アーク生ってやっぱりちょっと夢なんで、夢なんで本当ありがたいことなんです、はい、ちょっとありがたいがゆえにみんな多分相当テンション上がって相当練習してた。確かにね。ドアそうですね。うわー、なるほどね。勝ちたい。足ちょっとだからなんか、まあ、みたいなのもあって、まあ、ちょっとだいぶ練習してきてるしたやつもいるみたいなんですけど、はい、いやもう全然なんか、まあ、うまく新要素とかも見せれたら、はい、見せてたらよかったなと思います。好きな方々が作ってるっていうのがやっぱすごい大事だなと思うんで、ありがとうございます。勝ってるし、勝ってるし、リセットこれは11まで落ちてる尺をね、尺を。じゃあちょっと最後までこれ見届けて、見届けます。これ勝ったからエボ33位。なるほど。33に勝つってことは32以上だった。32入ってるのがかなり最終日に残れる。2日目に走ってって、が無敵技を出しに行きましたね。おかげさまでうまくシーガラが見せて見れていて大変よろしいですね。行くぞ。赤く光っている。まあ、この赤く光るの本当大事なんで、今作よく見ていただけるなと思います。わかりやすくていいですね。結構やっぱモーションによってはわかりにくいキャラが前作結構多かったので、うん、はい。そうなんだね。33位倒したら33位なの。あ、なるほどなるほど。これよく引っ掛け問題出るやつ。なるほど。2位を抜いたら2位なの。失礼いたしました。確かに。そうなんです。そうなんです。入れ替わるだけです。そう。あるぞ。いける。おお、なんか勝ってるし。これはまさか。赤く光ったら相手が隙があるということなので、はい、その隙に反撃できるチャンスですね。今が反撃チャンスだみたいな。タイミングの答え。無敵技を出す。いいタイミング。はい。なんか試合の方あ完全に真面目に、うわー体育見てる、あしっかりしている、かっけえ、うわーナイス、それそれ、やっぱこういうところがあるのがどれだけいいと思いますか。シフトあるがここでベールオフ当てることで相手にチェイシフトをなくすことができる。なるほどな。そしてこの下段から入っていくのはかなり近くに入力になっている。このチェイシフトを使ってラインを上げる。あーこれはまだまだない。11どうしたこれ33位が決まってしまうのか。33位が決まるのか。グランドファイナル、グランドファイナルとなりましたが、この間の勝っても33位なんだよ。そうですね。なかなかちょっと不思議なところのファイナル、うん、しかも部門はサムライスピリッツ。もう一種格闘技戦感がすごい。なんかいろんなゲームでやっていかないと。うわーいい。これはかなり流れがあります。この土壇場で覚醒したか。いいぞ。氷もついてる。暴れていく。これで食らってしまうと氷なくなっちゃうんですね。そうですね。しかも当たったものがでかかったな。痛いの食らっちゃいましたが。うわー。来るぞ。苦しい。いやでもまだ耐える。あれが。難しい。いいぞナイス。はい、ずしゃがみ。これは。オッケー。知らんけど。33位。やばいですね。今良かったですね。ヨシンバ誰がなんというと世界33位。34位だった。そういう上がり下がりなのこれ。はい。なるほど。はい、というわけでじゃあカメラ戻していただいて、そうですね、さすがにあのカメラ映ってないところで終わるのしたい。確かに確かに。はい、というわけで、第73回アークナマアンダーナイトインバースエクセレイトクレア発売前夜祭でございました。というわけでランポさんとカメラさん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあカメラに向かって手を振りながら
お別れしたいと思います。明日から発売の U19 バースエクセレートクレア楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ぜひ遊んでね。僕ともやろう。対戦してね。